高いところからすみませんありがとうございます。永田町の野良犬とも呼ばれておりました、山本太郎と申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。遅くなって申し訳ございません。よろしくお願いします。今映像を見ていただいた通り、令和新選組今年の春4月に旗揚げをしまして、そこから3ヶ月後に選挙がありました。で、国政政党を目指して市民の力で動いて国政政党を作ろうと、国会で与党からも野党からも嫌がられるような緊張感を作り出すような勢力を拡大していこうってことで、選挙に挑戦をし、全国の皆さんに4億円のご寄付をいただき、10人私も含めた10人立候補をしまして、結果2人の国会議員が誕生しました。船子さん、そして木村さん、重度の、障害を抱える木村さんと ALS 難病患者の船子さん、この2人が国会議員として今、永田町でやっております。そして、令和新選組の代表を務める山本太郎は落選していますっていう、すごい話ですよこれね。一番びっくりしたのは私です。すいません、もうそんな山本が落ちるなんてと思っていただいた方いらっしゃるかもしれないですけど、一番びっくりしたのは私です。すいません、2回言ってしまいました。はい、というわけで今何をしているのかと言いますと、全国を回っております。全国を回っております。なぜ全国を回るのかということに関していくつか理由があります。一つ、選挙中熱心にテレビメディアは取材に来てくれるんです。ずっとしつこく追いかけてくるんです。もういいでしょうっていうぐらいまで追いかけてくるんです。でも選挙中はほぼテレビで流れないんですねえ、何なんだよ一体なんでそんなしつこく撮ってきたんだって話なんですけどね。一応撮影はしておこうみたいなね、一応素材だけは集めておこうみたいな感じなんですかね。で、選挙が終わってからは2人の重度障害を抱える国会議員が誕生し、国政政党になったってことで、選挙中扱えなくてごめんねっていうような罪滅ぼし的なかどうかは知りませんけれども、まあ、一応薄くですね取り扱ってくれるようになった、そんな状況です。その中で、あれ令和新選組っていうグループがあったんですかってことをよく言われるんですね。ご存知のない方がまだまだいらっしゃるってことで、全国の皆さんにご挨拶をさせていただくということが、この全国ツアーの、一つの意味で、もう一つの意味は何かと申しますと、もちろんこの6年間2012年の終わりに選挙があって、そこから政権交代をして自民党が、政権を握ったと。そこからの6年間のみならず、それ以前の政治、その政治の場で決定されてきた数々のことにおいて、私は一番の被害を被ったのが地方都市じゃないかなっていうふうに思ってます。で、地方の衰退、これは加速していっている状況であると。地方を踏みつけて都会がどんどん成長していくっていうようなことが数々見られる。消費税上げられて苦しむ、全国的に皆さんそうでしょうけれども、特に地方都市は厳しい。それだけじゃなく離島もっと厳しい。この先 TPP、 そればかりではなく日米 FTA みたいなものがどんどん進んでいくとどうなるか。当然地方の生産者であるとかいろんな方々の首が絞まっていく。これまでの政治において地方が衰退していくようなことしかやってないじゃないか。そのような地方都市にお住まいの方々とまずはつながらせていただくってことで、北海道を皮切りに第2弾は九州を回っている、そういう状況でございます。昨日は東京を出発し、五島福江でポスター貼りをさせていただいて、その日のうちに対馬に移動し、対馬の皆さんの生の声を聞いた。そして今日はここ長崎市、本当は外でやりたかったんですけどね、もう昨日の天気予報からもう絶対雨になるみたいな状態だったんで、このような屋内で、皆さんとやり取りをさせていただくことになります。で、ここで何をやるかって言ったら、もういつもやってる通りです。ご存知のない方もいらっしゃるかもしれません。なんか山本太郎とか令和新選組とかよくわかんないけど、今日はなんか友達に言われたんでついてきましたっていう方どれぐらいいらっしゃいますか。いや、いいんですよ、恥ずかしがらないで。そういう方ありがたいんです。あれです、恥ずかしがらないでください。教えていただきたいんです。どれぐらいいますか。
ありがとうございます。ありがとうございます。もう今手を挙げた方々のために今日はお送りするような時間にしたいなというふうに思います。ありがとうございます。待ってたんですよ。今手を挙げてくださった方のような方々を、ありがとうございます。何をするかと申しますと、今日皆さんからご質問を直接いただく、苦言提言直接いただく、今ご自身が置かれている窮状であったりとか、ここ長崎が抱えている問題、何でも結構です。今の国政の話、何でも結構です。どんなことでも結構です。政治に詳しい詳しくない全く関係ないです。直接あなたの言葉を、ぶつけていただきたい。それに対して山本が何かしらのお答えを、させていただくということを、やっていきたいと。ただし、たかだか山本太郎ですので、すべてに的確な答えが返せるはずもございません。その際にはぜひこの中で、その件私知ってますっていうような方がいらっしゃったら、手を挙げてお話をしていただきたいんです。山本に知恵を授けていただきたい。あなたからいただいたお言葉、提案、助言、苦言、質問、そういったものが先々令和新選組の政策につながっていく可能性もございます。どうか、遠慮なさらず、恥ずかしがらず、皆さん手を挙げてご発言をいただけたらなというふうに思うんですけど、いきなりございますか、どなたか。いかがでしょうか、いかがでしょうか。じゃあ、一番後ろのこの真ん中のラインで手を挙げてらっしゃいる茶色い、お召し物を着た女性ですね。そのまま手を挙げておいてください。今マイクをフォローします。すいません、質問の時間ありがとうございます。私は今、小さい男の子2人を育ててるんですけども、この前の参院選の時に令和新選組から立候補した、安富歩さんの、子供を守る政治っていう考え方にすごく共感しました。そこで山本太郎さんは、私はちょっと今子供を育てててすごく子育てしづらいなんか環境にあるなというふうに感じています。で、これからの時代、国や政治家としてその子育て支援に関してなんかこうサポートできるようなこととか、こうしていきたいっていう政策などありましたら教えてください。ありがとうございます。安富歩さん、東大の先生ですよね、教授なんですよね。で、最初に私、安富さんにお会いしたときに、選挙に出てくれませんかって話をしたときに、政策はもうほぼ意味がないってことを言われたんですね。びっくりしたんですけど、まあ、もう政策でどうにかできるようなレベルではないと、今の世の中の壊れ方が。だからもう一度大原則に立ち戻るべきだというお話をされたんですね。それは何かというと、子供を守るということ。まあ当然ですよね、子供たちが守らなければ将来もないですよね。で、当然のことだと。で、その場合によっては令和の政策に対しても批判的な発言があるかもしれないっていうことをおっしゃったんですけど、いや大歓迎ですって言ったんです。逆に面白いじゃないですかって、そうやって議論があって、内容がというよりはその政策がよりいいものになっていくんだったらよりいいじゃないかっていう話だと思います。で、現在お子さんがいらっしゃって、で、その子供を守るという観点に立った場合に、一体どのような、施策を考えられるかっていうふうに、お問い合わせだったと思うんですけれども、私は居場所を作るっていうのは非常に重要だと思います。根本的な教育を何か変えるとかっていうことも必要なんですけれども、まず今の状態の中で、何ができるかってことを考えたときに、やはりこれは子どもに限らずですね、大人もそうだと思います。すべての人たちに対して居場所が必要。その居場所というのは何かを生み出したりとか何かをやらなきゃいけないとかっていうことではなくて、ただその場にいるだけでも問題がない、全然問題ない、ただ座ってるだけでもいいし、ゲームしてもいいし、本も読んでもいいしとかっていうような、ただいるだけの場所、その場所にいるだけで安心ができるような居場所。例えば家庭内に問題があるとか、
数々の問題を抱えた人たちがその身を守れるというかセーファープレイスとして確保できるような居場所を確保していくっていうのは重要だろうと思ってます。あと根本的な部分としておそらく食の安全っていうことも考えられると思います。遺伝子組み換えとかですね、まあ、これからゲノム編集みたいな話も出てきますけれども、まあ、そこから考えたときにあまりにも日本は受け入れすぎていると積極的にってことですね。少なくとも EU の基準ぐらいの安全性っていうものは担保された方がいいだろうと。遺伝子組み換えの作物これを作っていくんだということに関してやはり歯止めをかけなきゃいけないし、輸入というものに関してはもうほとんど中身が何なのか分かんないってことですね。醤油にどんなものが入ってるのかとか油には何が入ってるのかってことさえもその中に、遺伝子組み換えっていうものが含まれてたとしても私たちは知る由がないってことですね。何が入っているのかっていうものに関して私たちが知る権利は当然あるわけですから、例えば買ったお菓子揚げ物でした、揚げてあるやつその揚げた油は何だったかってことまで知れるっていう、その中に遺伝子組み換えが含まれているのか含まれてないのかっていうところの情報にまで、遡れるっていうような食の安全みたいなものというよりもみんなの知る権利っていうものを満たしていくっていうようなこと私はやっていくべきだと思ってます。すいません答えになってるかどうかわからないですけれども基本的なところとしてそういう部分で教育という部分において私は今の状況を見てて社会人になってからブラックな労働環境で体が壊されたり心が壊されたりとかっていうのはもうこれ高校生の時から始まってるわけですよね。例えばバイトとかっていうことでですね、もうすでにそのブラック労働は高校生のバイトぐらいから始まってるわけだから、もっと早い時代に自分自身の身を守るためのこういう法律があるとか、どうやれば自分の身を守れるのか、心のない雇用者からとかっていうようなことももう私若いうちから知ってていいと思うんですよね。自分の身の守り方、それ以上の労働をさせられた時に例えば自分はどういう労働条件下にあるのかっていう証拠を残しておかなきゃいけない、そうすれば最悪でも裁判に持ち込めるじゃないかみたいなことを学校で教えてくれたら社会に出るのも怖くないですね。人の良さにつけ込まれてどんどん自分の心と体を壊していくような状況ではなく、尊厳を守るためにどういうルールがあるのかってことを学校でも教えるってことは私やっていくべきなんじゃないかなっていうふうに思います。すいませんちょっとかなり端折った感じでのお話ですけれども、そんな形です。ありがとうございます。ありがとうございます。他ございますか、いかがでしょうか。じゃあ最前列の方そのまま手を挙げておいてください。マイクをフォローしますので。すみません、同州制についてどういうお考えをお持ちでしょうか。同州制なんですかね、行政の区域をもっと大きくするってことですかね。そうですね、地域主権とかよく言われてますよね。地方分権とかですね、はい、地方分権とか地域主権とかよく言われてると思うんですけど、なかなか進まないですよね。私たち地方に住む者としては、俺地域に住む人たちの中で考えていきたいと考えてるんですよ。その辺を山本さんはどのように考えられているかなと。ありがとうございます、はい、これ例えば行政の区域を広げるとかっていうことをやったとして、それで何かプラスになることあるんですかってことなんですよ。今のこの地方主権、地方にも地方分権だと言われながらも大して分権されてないってことですね。事務的手続きばっかり多くなっていくっていうような中で、その中で同州制になったからって何かが変わるとはなかなか思えないんですね。なんかそういう枠組みの話じゃなくて、私は根本的な今ある状況の中で何をやらないか、何をやらなきゃいけないかってことを考えたときに、私は紐づかない地方への支出、地方交付税っていうものをしっかりと私は配分していくことがまず最初一番重要なんじゃないかってそう思うんですよね。例えば九州は全部まとまった行政区にするとかっていうような話になるんですかね。それで何か変わるんですか。平成の大合併みたいなものありましたね、なんか自治体のね、
あれによって何かプラスになったんですか？そういうことではなくて、私は国が地方に果たすべき、一番の責任は何かしたらお金しかないと思うんです、はっきり言って。で、その権限は地方に与える、それぞれの都市にっていう、このシンプルな構造以外ないと思うんです。だって今国がやろうとしてることって、その先ほど言いましたけど、事務的権限っていうか、仕事量を増やすだけ増やさせて、で実際地方交付金っていうのは絞っていってるわけでしょ。絞る、もしくは紐づくものにしていってるわけでしょ。私は逆の方をやっていくべきだと。だって地方はお金作れないんですよ。紙幣発行できないですよねって。日本円作れないですよね。だからどうしても財政が行き詰まるっていう状況になったら、自分たちの財布の中から何ができるのか。足りなかったらそれを、例えば、積み上げてきたもの、基金みたいなものを崩しながら回していかなきゃいけないっていう、これ家計とほぼ一緒ですよ。けれども国は違うでしょって。作れんだからお金はってことですね。もちろん無限にお金を作ってばらまくってことは無理ですよ。上限がありますってことです。インフレ率ですけど、地方はそれぞれの財政において自分たちの範囲でやらなきゃいけないっていうのは、これ当然の話になっていくんですね。お金が作れないから。だからそこをフォローできるのは国しかないだろうってことなんです。でもこれ財源を税だけで考えた場合、これは無理ですよ。だって税だけでやるんだったら、入ってきたもの以上は出しちゃいけないっていうルールじゃないですか。プライマリーバランスでしょ、黒字化にするんでしょ。そんな馬鹿げた話ないですよ。何を寝言言ってるんだって話です。与党も野党も。プライマリーバランス黒字化にしてどんな風になったって、世界見たら分かるやん。ギリシャでしょ、アルゼンチンでしょって。自分たちの限られた収入の中でやりくりするんですみたいなことをやった結果どうなるかって言ったら、当然縮小していきますよ。決められたパイの中でしかできないんだからって。多くの国々は何やってるかって言ったら、当然政府が借金してます。借金してそれを投資するんですよ。ここの部分は企業と考え方一緒ですよね。手持ち資金以上の融資受けて投資をし、事業を拡大するっていう。だから成長するんでしょ。どの国も成長してます。成長してないのどこ？日本だけじゃないですかって。で、そういったようなことがしっかりと満たされた場合、満たされた暁に、じゃあ、なんだろう、その線引き、地方の線引きを変えようとか、県をどうするんだとかっていう話に行くんだったらいいんですけど、今なされているというか、今、道州制っていう話が持ち込まれたとしても、あとはよろしくになるんじゃないかってことなんですよ。私はそう思うんですね。なので、何よりも、道州制よりも何よりも、まず地方に対してちゃんと手当てをしなきゃいけないっていう当たり前の話で、その財源は税に限らず新規国債の発行っていう部分も合わせてやっていくっていうのは当然のことだと思うんです。だって20年以上デフレ続いてみんな貧乏にされてるんですよって。地方は物価が安いからって本当ですかってことです。安いですか？だってみんな一人当たり車1台とかの話なんでしょ、生活するのに。その維持費だけでどんだけって。東京のファミリーマートで水を買うのと、長崎のファミリーマートで水買うのと値段変わりますか？長崎の人だけね、30円引きみたいな話あります？ないでしょ。で、地元の商売営まれてるような商店とかどんどん潰れていってないですかってことなんですよ。これまでの流れで代店法とか入れてイオンが元気になったりとかね、そういう形でどんどん潰れていって、結局地方に入ってくるのチェーン店っていうの結構多いわけじゃないですか。じゃあチェーン店っつったら値段設定ほぼ一緒じゃないですか、都会でも地方でもって。で、地方だけ所得低いんでしょ、生活苦しいの当たり前やんって。20年のデフレの中でお金が回らないっていう中で、強制的に物価だけ引き上げる消費税みたいなものを何度も上げて、で実質賃金下がってて首絞まるって当たり前ですよ。あなたの努力が足らないから生活が苦しいっていうふうに思わされてるだけで、とんでもない。国の舵取りが間違ってるっていうだけの話です。で、話戻って、
その同州制ってものに関してどう思うかって言われたって、私はどうも思わない。まず今の状況でちゃんと地方が生活していける、例えば、小泉時代にその地方の交付税絞られたみたいな話聞いてるんですね。で民主党時代にまた戻って、でまた今安倍政権になってから絞られてる。北海道回った時に自治体の、首長の方とお話をしたんですけど、結局毎年30億近く絞られたことによってマイナスが出ると。だから基金を崩しながらやってるんですって。だから地方はお金作れないですよって。自分たちで発行できませんよお金は。新しく何か考えろよって、手上げ方式で行こうぜみたいな、地方創生だよって。でもやる気のないところにまでお金配るつもりはないから、やる気のある人だけ手を挙げてくれみたいな、なんだその方式って。ベースになるお金をちゃんと補填しろって話なんですよね。同州制って問題に対して私がどう思ってるかって言ったら、同州制とかっていう議論をするつもりはないってことなんです。今やるべきことをまずやる、その上で必要なことがあるならばそういった議論もすることはいいけれども、それどころじゃないだろうと。今そのような議論に乗っかったとしたら、つっても随分下火になってますけどね、同州制の議論っていうのもね、一部の党派の方々しか言われてませんけども、今それをやったところで、じゃ あ, 権限は地方に差し上げますっていうことになって、国の果たすべき責任というものはどんどん薄くなるんじゃないかなっていうふうに思います。すいません、答えになってるかどうか分かりませんが、ありがとうございました。ありがとうございます。いいんですよ皆さん、体力使わないでください、体力使わないでください。カロリー消費しますからね、拍手も。他ございますか、いかがでしょうか。じゃあその真ん中のあたりの女性の方、そのまま手を挙げておいてください。はい、あなたです。はい、すみません、いろんななんかこう話を聞く中で、公務員の人数を減らすとかっていうのを聞くんですけど、私自身はバカじゃなかろうかと思ってるんですけれども、まあ、政権を取った後、正規の公務員の方々を増やす、考えとかござる、正規の公務員の方を、増やすっていう考えはありますか。特に佐世保、長崎、こっちの方は山が多いので土木関係とかを増やしていただかないと、山とかやっぱり崖崩れとかなんとか危ないところがすごくいっぱいあるので、それをとても心配しております。ありがとうございます。皆さんの中に現在の公務員の窮状みたいなものをご存知の方いらっしゃいますか。まあ、自分が公務員でっていうのは言いづらいかもしれないので、私の友達がとかでも結構ですよ、私の家族がとかでも結構ですよ、どんな形でも結構です。その公務員、今働かれている方々が今大変な状況にあるっていうことをもしご存知であったりとか聞いたことがある方っていらっしゃったら教えていただけませんか。じゃあご発言された方からまず、でその隣の方もその後にどうぞ。もう一度マイクをフォローしてください。先ほどと同じ方です。はい、ですね、正規の方がほとんど少なくなっていって、派遣ですね、派遣の方々ばっかりになって、その派遣の方々に結構重たい責任がかかってきているという現状を一応友達の方から聞いております。友達がということで一言思いますけれども、長崎県内の役所の方で働いているんですが、役所というところを結構もうその部署によってすごく仕事の内容も全く違いますし、大変なとこ、そこまで大変じゃないとこってやるんですけども、すごい役所の中でも一二を争う大変なとこで働いてですね、働き出す時に上司の方からもう時間外手当についてはもう予算が限られてるんで、つけたとしても10時間までっていうふうに言われ、一番最初の時言われまして、でその実どういう勤務になったかというと、もうかけねなし、ほとんどの土日も仕事が終わらないので、出勤しまして、月に時間外手当を110時間以上やりました。12ヶ月全部
つまりそのうち、月に、手当つけられるのが10時間ですので、これも本当垣根なし月100時間以上のサービス残業をやったと。もうそう、実際これ、珍しい話ではなくて、周りを見ても結構そういう人多くてですね、まあ、今本当に名前としてブラック企業とかいう、言葉が、広まってますけど、正直今日本で一番のブラック企業は公務員だと思ってます。以上です。ありがとうございます。もう一方そちらでお手を挙げてくださった方いらっしゃいます。前の方です。ありがとうございます。100時間超えるサービス残業ありえないですね。どうも、これはまあおじの話なんですが、おじはまあさすがなんですが、まあ自衛隊ですね、海上自衛隊。まあ知ってる通り、まあ日本はまあ少子高齢化で、まあなかなか若い子がいない、まあ当然ですね。でまあ確かにまあ入隊したら本当少ないそうです。今相当ゆえに、まあ護衛艦、まあ船ですね、まあ船の方も相当高齢化が進んでまして、まあ要は1人2役、3役、4役、まあ負担が相当でかいそうです。まあしてる通り、まあ自衛隊は全般なんですが、まあメンタルダウンとか精神的にも参ってから、まあ年間相当な方々がまあ自ら命を絶ててます。まあこれはまあ前からは相当問題なんですが、まあなかなか国は未だにそういったまあ根本的な対策は取っていません。で、おじもまあそういった関係のまあ担当なんですが、まあ最近の若い子は、私も若いんですが、まあ船が出ますよね。まあ船が出たら、まあもちろんまあ携帯も手入りません。なのでまあ親ともなかなかまあそういったコミュニケーションできませんし、まあ何でもまあ最近の若い子ってやっぱりスマホがないとまあ生活ができないっていうんですよね、やっぱり。なのでまあ自衛隊入ったとしても、まあ本当にまあ長くやっていけないって言いますか、まあまあ我慢ができないそうですもん、本当に。なのでまあ最近のまあ自衛隊のまあ雇用って言いますか、まあ人もまあ減ってますね。で、まあこれはあんまり言っていいかわかんないですけど、まあ任務って言いますか、そういったまあ対応にもまあ支障がまあ相当出ているそうです。まあこの前のまあ派遣もそうですけど、まあ、あの派遣もまあおじの話ではまあ本当にまあギリギリってますか、首下の皮一つ一枚のなんとか保っている状態ですよね。で、ある日を境にひょっとしたらそれが崩壊して、まあそういった派遣もできない、もっと言えばまあそういった防衛関連も下手をしたらもう対応できない、そういったまあどこまで来てるんですか、今自衛隊というのは本当に。なのでまあおじの話ではまあできれば国がまあ予算をまあそういった分野にもおいてもまあつけてほしいっていうのがまあおじのまあ要望なんですよね。まあもちろんまあ自衛隊でもお金をカットするのはどんどんカットして、必要な部分はどんどん必要な部分の方だけお金を入れる。そして今日本は少子高齢化です。なのでまあ国のまあ規模、まあ規模のまあ日本のまあ何て言いますか、経済力に見合った防衛力に合わせてまあ縮小をして、もちろんまあ人数を減らす、人数を減らすけども、その分まあ後方支援、まあいわゆるまあその隊員に対するまあケア、まあこのケアですね、そういったまあメンタル面をまあ担保する国が、まあそのようなまあ対策をまあやってほしいそうです。まあ、すみません、あんまりちょっと言いますけど。ありがとうございます。
公務員についていろんなご意見いただきました。で、ちょっと話の中身が2つに少し分かれたような感じもあると思います。1つは公務員の数が少ない、その数の少なさによって現場は疲弊しているというあのご意見が1つで、もう1つは、まあ、もちろんそれにもつながった話なんだけれども、働き方というかその職場環境の中で非常にハラスメント的な体質がハラスメント的な体質を持つようなものがあると。それはそうですね、自衛隊とは名乗ってますけども性質的には軍隊的なものですもんね。やっぱり上には逆らえないっていうものの究極のものがその中にあるわけですよね。でそういった中でのやっぱりその職場環境というのは変わっていかないと若い人たちも入ったとしても続かないですよね。私はそう思います。なので結構ブラックボックスになりやすいじゃないですか、自衛隊であったり警察であったりとかっていう人たちの働き方っていう部分ですね。ここに対しても私は労働組合的なものができてもいいんじゃないかっていうふうに思うんですよね。じゃないと変わっていかないですからってことなんですね。で先ほども自衛隊の中で自死される方もいらっしゃると、もう究極ですよね。まあ、一般的な職場においてもそういうことはありますけれども、よりマッチョっていうかっていうような社会、環境の中でやり取りが行われるとなるとかなり暴力的なこととかっていうのはやっぱり辛いですもんね。まあ、暴力っつってもこの肉体的な暴力もあるし精神的な暴力もあるので一概には言えないけれども、まあ、それがもしも自衛隊に対してそのつけられている予算であったりとか処遇っていう部分が十分でないならばこれは上げていく必要があると私はそう思います。で、まあ、どの公務員に対しても処遇を上げていくべきだと私は思ってるんですね。でもちろん国会議員と変わらないぐらいの給料をもらってる公務員いますよ。でそんなん一握りでしょってことなんですよ。お話しいただいた通り要は非常勤とかに置き換わっていっているって話ですね。今や全国の5人に1人4人に1人ぐらいの公務員っていうところが、どんどん置き換わっちゃってる。ちょっと電気消えますか。はい、ちょっと情報が古くてごめんなさい。2016年のものですね。4年に一度の一斉調査、総務省におけるってやつです。臨時非常勤の地方公務員全国に64万3000人超える。5人に1人、臨時、非常勤であると。これちょっとかわいそうな状態ですよね。まあ、でも実態はもっと奥いるよっていう話なんですね。調査時点、この私が持ってきた情報は2016年のものなんですけれども、4月1日、調査時点2016年4月1日現在として、その時点で在籍しているものしか把握しておらず、調査対象は任用期間が、6ヶ月以上または6ヶ月以上見込み、かつ1週間あたりの勤務時間が19時間25分以上のものという要件を付していると。いや、含まれてない人たちいるじゃないかってことですね。要するに4月1日に契約したもの以外は調査から漏れるっていう話ってことですね。途中から入ってきた人たちは入らないってこと。ってことは十分じゃないですよね。これ本当にそうなんですかって、もっと人数増えんじゃないのっていう話なんですね。で、正規の人たちと変わんない仕事してるのに処遇全然違うなんてありえない話ですよね。本当はだけど公務員バッシングみたいなものがあるならば、そこコスト下げていかなきゃなんないっていうような意識にもなっちゃう部分ありますよねってことなんですけどね。でも公務員バッシングする人たちって何を根拠にバッシングしてんだって話なんですよ。公務員だけいい思いしやがってみたいな話なんですかね。そんな給料もらってないぞ俺たちはって。いや、だからそういう世の中が間違ってんですよってことなんです。正規の公務員ぐらいみんな給料がもらえるぐらい状況にしなきゃいけないし、世の中は経済で成長してなきゃいけないってことなんですよ。そういうことだと私思うんですね。で、私は公務員増やすべきだということを先の選挙でも訴えておりました。出るかな。この国に必要な緊急政策として8つ挙げさせていただいてるんですけども、公務員増やしますってことを私言ってます。原発作業員、介護、保育士など希望者全員の公務員化ってことですね。まあ、国がケチる分野がこれからの、今国がケチってる分野がこれからの成長分野なんだってことです。伸びしろしかないじゃないかってことですね。ここに対して国が投資する、安定した職を確保する。長崎県はどうなんですかね。公務員っていうのも非常に重要な雇用の受け皿になってますか。
北海道とか行って話を聞くと、次男三男自衛隊みたいな話を聞くんですよ。そういう意味で私は雇用の受け皿として公務員っていうのは必要だと。でその枠が日本国内は、日本という国は少ないのか多いのかってことですよね。で維新なんかが言うのは公務員の数を減らした方がいいっていうような趣旨のこと言ってません？減らして本当にいいんですかってことなんです。もうすでに減らされてますよってことです。で現場大変なことになってますよって、働いてる人たち、これ続きませんよ、壊れますよって話ですね。じゃあ世界の公務員、その数を比較してみましょうと。先進国、はい、一番上は国の名前で、一番下が人口1万人あたりの公務員数。フランス、人口1万人あたり公務員の数は837人。イギリス、1万人あたり公務員820人。アメリカ、1万人あたり公務員597人。ドイツ、1万人あたりの公務員の数560人。日本、261人。少なくないですか？少ないですよね。ここ叩いてどうするんだって話なんですよ。っていうか足らないんだよってことなんです。私は増やしていくべきだと。で増やしてどうするんですかってことですけど、確実にニーズがあるけれども、そこに対してしっかりと国が手当てしてないような分野、さっき言いました保育士、介護士、全産業平均100万円以上給料低いんでしょ。この人たちしっかり引き上げていく必要ないですかって。だって少子化問題なんでしょ。じゃあ保育士っていう職業、資格はあるけれどもつけてないって人たちについていただくとか、介護士いいじゃないか、外国人に安く働かせたらいいんだからみたいな考え方が今ですね。でも本当にそれでいいんですかってことなんです。私は良くないと思う。それ以外にもあります。例えば国が一番、これまでの政治の中で失策の一つを挙げられるならば何かって言ったら、私少子化対策だったと思うんですよ。ずいぶん前から少子化になるって言われてました。どれぐらい前？50年前、大阪万博の時から。で2017年に衆議院が解散したんです。理由は少子化が国難で。頭沸いてるんですかって話なんですよ。50年前から少子化になるって警鐘を鳴らしてたのに、2017年にごめん気づいたみたいな、勘弁してくださいよって話ですよ。いやだってそんなこと言い出したら年金ってむちゃくちゃな話じゃないですか。だって高齢者を現役世代で支えるっていう流れで、考え方で作られたもんなんでしょ。で少子化放置し続けてたらその先どうなりますかって言ったら、当然混乱生まれますよ。だとするならば、国が責任を持って国家戦略として人が減らないような投資をするしかなかったってことですね。じゃあどの世代にするべきだったかって言ったら、第二次ベビーブーム生まれですよ。主にだって一番人口多いんだからってことですよね。ボリュームゾーン、人口のボリュームゾーンに対して投資をして、たとえシングルであったとしても楽に子育てできますっていうようなことを最低限担保してれば、こんなことなってないですよねってことなんです。それだけじゃない、例えば教育にも関係しますよ。だって大学で勉強しようと思ったら借金しなきゃいけない、サラ金みたいなとこからってことですよね。大学出てから300万400万500万みたいな借金背負わされて利息まで取られる。その利息誰の手に入りますかって言ったら金融機関です。年間350億円程度みたいな、むちゃくちゃじゃないですかって。食い物にしてる。少子化は絶対に、少子化に陥るようなことは絶対にやっちゃいけなかったっていう考え方があったんだったら、若者たちから、教育を受けたい若者たちから絞り取るようなことは絶対にやっちゃいけないですよね。だって借金抱えてるだけで結婚をやめるっていう話にならないですかって。それがパートナーも同じように借金抱えてたらどうなりますかって。自分一人だけで生きるのに精一杯みたいな状況を作っておいて、少子化が問題だって大丈夫ですか言ってることって話なんですね。で話戻ると、そのような私が今言ったような第二次ベビーブーム生まれ、まあ私もそうですけれども、そこ以降45歳周辺から35歳周辺、ロストジェネレーション、要は国が緊縮、金をケチった、投資をちゃんとしてこなかった世代がやっぱり不安定な労働をしてるんですよ。
1997年に消費税 5% に上がった橋本龍太郎さんの時、消費税上げたこと後悔してるっていう話をしてる方ですよ。で、97年に上げて、消費税上げてどうなったかって、どうなりましたっけ。翌年から本格的デフレ突入、金融危機、いや通貨危機も伴って大混乱ですよね。就職氷河期、大学出ても職に就けない、最初に就いた仕事アルバイト非正規、そこからなかなか正規になれない、今でもその時の賃金と変わらないような状況で推移してるって人たちいっぱいいますよ。じゃあこの人たちどうなるんですかって、高齢者になりますよ。貯蓄ゼロ見せてください。日本銀行の調べ、日本銀行の調べで一人暮らししてる人の貯蓄ゼロっていうのを調べたものがあるっていうことなんですね。で、銀行口座にお金は残ってるけれども貯蓄ゼロとしてカウントされる人がいる。月末にはその残高がなくなってしまうっていうような人ですね。見てみたらすごい数なんですよ。20歳代 61%、 30歳代 40.4%、 40歳代 45.9%、 50歳代 43%。 こんな状況、2つ問題がある。1つ、少子化加速するしかない、1人生きるだけで精一杯。2つ目、先ほど言った通り高齢者になります。若年層もそのうち、この中年層もそう。誰が面倒見るんですか。高齢者になった時に自分たち蓄えないですよ。国面倒見ますか。見ませんよ。ごめん、老後にさ、年金足らなくなるから2000万とか3000万とかよろしくねみたいな話あったじゃないですか。そんな、みたいな、何様みたいな話ですけどね。そんなインフォメーションいらんわみたいなね。まあでもこの人たちこのまま推移していったら、当然高齢者になって生活立ち行かないですよ。国面倒見ません、のたれ死に。分かってんですよ政治は。でもその時自分が政治の舞台にいないと思ってるから、そんなこと見ないようにしてるだけ。でも現実がここにあるじゃないかってことなんですよ。この世代どうやって救う。安定した職に就いてもらうしかないじゃないですか。私そう思うんです。受け皿なんですよ。ありがとうございます。受け皿なんですよ。安定した雇用の、安定雇用、安定した雇用っていうのはこれ経済政策でもあるわけですよね。お金をもっと使ってもらって、消費が喚起されなきゃ景気は良くならないわけだから、確実にそれをやっていくっていうのを今やらないとどうするんですか。公務員増やしますっていう政策なんです。私はこれをやりたいし、やる必要がある、そう思ってます。ということで、まあ、私たちが掲げている、政策、そんなこと無理だろうって結構言われる時あるんですよ、ネットの中とかでね。どうせ実現できないこと言ってるんだろうとかじゃなくて、実現できるかできないかじゃなくて、実現しないとダメなんだってことなんですよ。これまでの政治、散々な政治の中でたくさんの被害者が生まれてるってことです。それを救済しないで、よくこの国で政治やる気になってんなって話なんですよね。だから責任取るべき話だと私は思います。政治によってしかこれは責任が取れない、そう思ってます。他ございますか。いかがでしょうか。じゃあ一番後ろの席で手を挙げてくださっている方、そのまま手を挙げておいてください。マイクフォローいたします。まずもって、2つお礼、1つ質問をさせていただければと思います。1つお礼の1つです。代表がまだ国会議員であられた頃、昨年の西日本豪雨直後だったと思います。石井、国交大臣とのやり取りの中で、現場で、小型重機が必要だということを、当時の山本議員が、申し出られて、もう2日3日後でしたか、もうそれが実現したというやり取りを見て、これが国会議員のあるべき仕事だということを目の当たりにさせていただきました。
あのやり取りに希望を見ました。与党も野党も国難というべき、まあ、災害に立ち向かっている、力を合わせて立ち向かっているというようなところを見せていただきました。でお礼のもう一点は、本日このような場を設けていただいていることです。おそらく、私がここで山本を辞めろと言ったところで私はこの場から排除はされないでしょう。札幌のどちらかでは、警察官おまわりさんに持っていかれたというようなお話も聞いておりますが、本日このように自由に話させていただいていることにまずお礼を申し上げます。で、質問です。憲法についてです。代表は立憲主義というものをどのように捉えていらっしゃいますでしょうか。お伺いしたいと思います。ありがとうございます。今この国はどうなっているかということを考えていただいたら、私は法の支配ではなく人の支配であるとそう思うんですね。法を飛び越えて安倍さんだからとか麻生さんが言ってるからキャラで逃げられるみたいな、とんでもないこと言ってたとしても、やっぱりそういう話じゃないってことですね。やはり権力を持った国会議員、権力を持った公務員というものは、一線を越えてはならないと。それは何かというと、やはりそれら権力者を縛る法である、この国の最高法規憲法を守らなくちゃいけない、そういう話なんですね。で、特に興味がないけれども今日連れてこられたんだって方のためにちょっとだけ話させてください。三角形行こうか。ありがとうございます。申し訳ないんですけど、皆さんをちょっとルールで縛らせていただきたいんですよ。自由に生きてくださいって言ったら混乱するでしょ。だから信号は赤で止まって青になったら進むとかね、みたいなね、法律って何かって言ったら皆さんを縛るものですと。で、この三角形を見た、このピラミッドを見たら何かって言ったら、この国に存在するルール、その一番下が法律なんだってことですね。で、その上に条約、協定、外国との約束で、このルール、日本国に存在するルールの親玉は何だって言ったらこの憲法だってことですね。その憲法、ごめん、その次いけるかな。で、今の日本国憲法の98条を見ていただくと、この憲法は国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅および国務に関するその他の行為の全部または一部はその効力を有しない。権力握ったからって好き放題いろんなルール作っていいもんじゃないぜって、ちゃんとお前憲法からはみ出したらあかんよ、最高法規なんだからって話ですね。もしもそういうことをやっちゃった場合には、それらの命令とかルールとか効力なしですからねってことを言ってるってことですよね。で、99条誰が守るべきものなのかってことが書いてある。天皇または摂政および国務大臣、国会議員、裁判官、その他の公務員はこの憲法を尊重し擁護する義務を負うと。だから最高法規、誰を縛るものですかって言ったら権力者を縛るものであるという話なんですけれども、残念ながらもう2015年の段階で私はもう憲法を飛び越えた立法がされていると。まあもう2015年に限った話じゃないんですけどね。安保法散々揉めました、与野党で。本来ならば憲法の改正を先にやって、その後に立法すべきような内容が、憲法を変えることなく解釈だけ変えて法律作っちゃった。本来ならば憲法の書いてある通りに行くならばね、このその条規に、憲法の条規に反する法律っていうのは、全部または一部はその効力を有しないっていう話になっちゃうんですけどね。でもなかなかその違憲の訴訟とかっていうのは勝てないというか、最初に誰か被害者が出ないと訴えが難しいってことですよね。まあ大きく人の道から外れるというか、権力者であるということの自覚をすっかり忘れてしまっているというか、というか権力者というよりも代理人であるということを忘れているということですね。だから殿なんですよ、殿。殿っぽいでしょ、振る舞いが。日本の水はアメリカにも、そして世界中にも売ってみたいと思いますみたいな。お前殿じゃねえかよみたいないう話なんですよ。だって
ごめんなさいね、今の話何かというと、ちょっとちゃんとした文章でちょっと読んでいただき、読ませていただきますね。すみませんね、ちょっとね、気持ちだけが先行しちゃって申し訳ないです。ちゃんと正しい内容を知っていただかないと誤解が生まれてはいけませんので、同じ太郎でも、お金持ちの方の太郎さんですね、もう家柄のいい方の太郎さんです。野良犬の方ではございません。はい、これちょっと見にくいかもしれないんですけれども、こちらにいるのがお殿様でございます。で、2013年の4月にアメリカに渡り、で、日本国中の人々に説明をする前にアメリカのシンクタンク CSIS で記者会見を行った。どんな内容だったかってことなんですけれども、赤字の部分だけまず読みますね。この水道はすべて国営もしくは市営町営でできていて、こういったものをすべて民営化しますって言ってるんです。水道民営化ってことはちょっと問題になりましたよね。でもその内容について民営化じゃないだろうっていうような賛成してる側の人たちからのなんかそういうバッシングがあるんですよ。言ってる意味、ごめんなさい、説明でごめんなさいね、言ってる意味わかりますかね。要は推進しようとしている人たちから正しくは民営化ではないだろうっていうようなことを突っ込まれるんですが、いいえって、あなたたちのお殿様がしっかりと全て民営化しますとおっしゃってるじゃないですかって話なんですね。で、ちゃんと読みますね。何と言ってるか、日本では自治省以外では、まあこれ間違ってるんですね、この人ね、この水道を扱うことはできません。水道の説明をしている。しかし水道の料金を回収する 99.99% というようなシステムを持っている国は日本の水道会社以外にありませんけれども、この水道はすべて国営もしくは市営町営でできていて、こういったものをすべて民営化します。ごめん、水道って誰の力で作ったっけって話なんですよ。皆さんの税金ですよね。必要なインフラを作ったんですよね。てか自分の力で作った人だったらこれ言ってもいいですけど、言ってもまずいか、みんなの命を支えてますからね。ちょっと勝手すぎやしませんか、お殿様って話なんです。まあそういうことですね。まああくまでも期間限定の代理人にもかかわらず、もうすっかり殿になっちゃってるってことですね。これはもういろいろな場面で見られる部分ですけれども、とにかくまあ立憲主義に基づいてというか、政治が行われていくというのは非常に重要であろうと。人の支配ではなく法で支配していくっていう基本で、その場にいる権力者は残念ながら期間限定、その時に託された人たちであって、あくまでもバトンをつないでる人であると。で、次の世代なのか次の代の人たちに今あるものを壊さずに大切に守りながらバトンタッチしていくっていう使命があるはずなんですよね。けれどもそうはなってないっていうことだと思います。なのでこういった方々が憲法を改正したいっていうのには本当に気をつけなきゃいけないってことですね。私はそう思ってるんです。憲法改正の議論をするっていうのは私反対ではない。ただ今みたいな一強多弱みたいな中でやっちゃうと間違った形で改正されかねないってことですね。そう考えると今その時期ではないと思ってます。加えて自民党が憲法を変えたいと言っている内容がはっきり言ってろくでもないんです。4つ掲げてます。4つ、自衛隊を明記するとか、合区の解消とか、自衛隊の明記も何ももう集団的自衛権やれるようにやってるじゃないかって話ですね、2015年の安保法で。しかも合区の解消って例えば四国とか島根とかね、それぞれの自治体で代表を1人ずつ出せるはずが、くっつけちゃった、2つの県をくっつけちゃって1人しか送れないようにしちゃった。合区、これを解消する。ちょっと待ってください、合区にしたのは誰？自民党。解消したいって言ってんの誰？自民党。みたいな、放火魔が消火器打って歩くような話ですよこれ。思いません？いやいや、何言ってんですかオタクラって話なんですね。で、他にもある緊急事態、そして教育充実について。最初言ってたのはこれ教育の無償化って言ってたんですよ。教育の無償化って言ってたものがいつの間にか教育の充実についてずいぶん後退したよねって話なんです。騙されないでください。この4つを憲法改正の重点4項目と言ってますけれども、本丸は真ん中2番目、
緊急事態のみですよ。緊急事態のみ。じゃあどうして緊急事態だけやらないのって。そりゃそうですよ。1個だけやったら議論深まりすぎるじゃないですか。だからダミー置くんですよって。ダミー置いたら話分散するでしょって。緊急事態なんかなったら大変ですよ。何か国会いらなくなる。だって自分たちで法律と同じ力を持つルールを内閣だけで作れるんですよ。立法府、行政府、立法府は国会、行政府はそこのトップが安倍さんで、司法、この3つの力を分散させてるのはどうして。三権分立してるのは一つになっちゃったら独裁になっちゃうからでしょって。これを一つにするものが緊急事態ですよって。予算についてもそう。予算についても自分たちで決められる。地方についての命令、これも子会社みたいに地方を使える。むちゃくちゃじゃないですか。でも緊急事態ですからって。緊急事態ですって総理が言った途端に緊急事態ですよ。それで自分たちでルール決められるんですよ。法律と同等の効力を持つ政令を制定できる。法律と同じ力のルールを自分たちで決めれる。どうやって。自分たちの内閣だけで決めれる。それちょっと出してもらえますか。閣議決定で決める。内閣の閣議決定でルールが作れるようになるってむちゃくちゃな話です。じゃあこれまでどんな閣議決定をしてきたかっていうのをちょっと見ていただきます。安倍政権が行った本当におかしな閣議決定。安倍首相はポツダム宣言を当然呼んでいる。いやもう究極はもうどっちでもええわみたいな話ですよ。国会質問、共産党の C さんが安倍総理にポツダム宣言読まれているんですか。その時に総理が答えた、つまびらかには呼んでおりませんがっていうことを後ほどこれ歴史修正したってことですね。はい、いや呼んでるんですよって。いやだってつまびらかに呼んでないっつったやんって。他にも、森友学園問題をめぐり財務省、国交省、文科省に対する政治家からの不当な働きかけは一切なかった。じゃあ全部黒塗り外して情報出してくださいよってね。えと思います。公文書どうして隠蔽するの、どうしてそれ内容変えんのって。人の命まで奪ってますからね。一切なかったってすごいですね。それでもこれがルールになっちゃうんですよ。法律と同等の効力を持つ政令を制定できる。どうやって。閣議決定で、内閣の全員でよっしゃっつったらそれでルールになっちゃうってことですね。どうしますか。もうルールになっちゃいましたよこれ。当選読んでますとか一切ございませんとか。安倍首相の妻昭恵氏は公人でなく私人。もうどうでもええわっていうシリーズですね。もうこれね。でも5人ですよ、秘書ついてたんですよね、外務省から経産省からって。私人で5人も役人を秘書として使える、そんな私人いたっけって話ですね。まあ、間違いなくもう公人の部類だろうって話なんですけどもね。セクシーの意味は魅力的みたいな閣議決定もこの間してましたけどね。もうどうでもいいってそんな話ってことなんですけど。まあこんな形で、まあ、これは何かと申しますと、質問主意書、国会議員から、内閣に対して質問ができるっていう書式で、書面で、それに対する答えとして、閣議決定をした、答えを閣議で決定したってものなんですけどね。でもまあ閣議決定こんなカジュアルにしちゃってるんですから、これでルールまで作れるみたいなことになったらどうなるかってことですよ。私は怖い、やめておいてほしいってことですね。これが、緊急事態条項であると。で、緊急事態、どうして緊急事態条項っていうのがどうして必要なのかってことに対して、災害があったときどうするんですか。災害があったとき困るじゃないですか。国がちゃんとリーダーシップを持ってその被災地に対して責任を果たす、そういう必要あるでしょって。どうしますか。武力事態、ね、武力攻撃事態とかいろんなものあるでしょって。武力衝突あったらどうしますか。武力攻撃やったらどうしますか。国が責任を持ってそういうことに対処していくためにはこういうものが必要なんですよ。
っていうような話なんですけど、分かりましたと、100歩譲って分かりましたと、もしもそのような権利を手に入れることが権力側ができたとして、緊急事態条項ってものを手に入れることができたとして、もし間抜けな輩が権力を握ってしまったらどうなりますか。災害だった場合は、これ二次災害、三次災害ですよ。だってトップが間抜けなんだから、トンチンカンな指令しかしないみたいな、プッシュ型の支援言うて全然いらんもんばっかり届くみたいなね、ことありえますよ。こんなの全然地方のこと分かってないのに勝手なことやったりとかありえますよ。だからそういうものに左右されるようなとっておきのスペシャルな権力を与えちゃいけないってことなんですよ。例えばですよ、例えばですけれども、まあ安倍さん一生懸命頑張ってらっしゃいますよ。だって今までの総理の中で一番長いことやってるんですからね、すごく頑張ってらっしゃいます。じゃあ一応評価としてね、どうなのかってことを、これまでの災害とかがあった時に安倍政権がどういうようなことをやってきたかってことを一応振り返りましょう、ね、私安倍さんが間抜けたって言ってるわけじゃないですよ。安倍さんは頑張ってますよ、そりゃそうです。見てみます。はい、2014年8月20日豪雨による広島県土砂災害、午前6時半山梨県鳴沢村の別荘、豪雨災害が起こったってことを分かった総理は関係省庁に被災者の救命救済に全力で取り組むよう指示。午後8時山梨県富士河口湖町ゴルフ場においてゴルフをスタートみたいな。太いね、神経すごいですね、本当に。いやーすごいわ。はい、2017年4月何が起こったか、北朝鮮のミサイル問題がございました。この時は揉めてた、緊迫してたね。アメリカと韓国が合同で軍事演習を行う、このことに対してやっぱり緊張感高まる、だったらミサイル発射するぞみたいなことになって、ミサイル発射とかね、その応酬ですよね。アメリカ側とで、北朝鮮側との緊張感高まる高まる。そして、2017年の4月15日これは、金日成さん105回目の誕生日、105回目の誕生日って亡くなってからも誕生日カウントされ続けるんですね、すごいですね。あ、言いたかったところはそこじゃないです、はい、とにかくそういう偉大なる方の誕生日がやってくるってことで、こういう時に景気づけにミサイル撃ったりとかするかもしれんって話ですね。ということで緊張感は高まり続けていたっていう時なんです。この時一体政府はどう動いたか、桜を見る会みたいないいなこれ、多分これももクロですよ、これ多分ももクロね、これ一光さんここら辺ね、どんだけ言ってるんですよね、ミサイル飛んでくるのにどんだけ言ってるんですよこれ多分ね。はいで、いいじゃないか、その緊張状態があったとしても、これはね、桜を見る会ってことでいろんな人たちと交流するんだから、別にそんな桜ぐらい見せてやれよって言われる方いらっしゃるかもしれませんけども、これ危機管理の対応の話ですからね。じゃあ他の時にはどういうふうにやってたのか、安倍政権ではない政権の時にはどういうふうにやってたのか、同じようなシチュエーションの時ですね、振り返ってみましょう。はい、2012年3月23日同様のケース、4月14日に開く予定だった桜を見る会を中止にしたのが民主党政権ってことですね。民主党政権、ほんまにもうろくでもないなって方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、危機管理対応っていう部分の、状況、このミサイルって問題に関してはしっかりとそういうお遊びは一回横に置いて、レクレーションは一回横に置いて、ちゃんと対応できるように、中止をしていたってことですね。はい、続いて、現在のリーダーは過去の緊急時に何をしていたか、2016年6月15日午前3時半中国海軍の軍艦が日本の領海内を航行、これちょっと緊張感高まります ね、鹿児島県ですね、西の領海を、南東進したってことなんですけれども、同日首相官房長官どんな動きをしたんでしょうか。はい、安倍総理午前中成田から青森秋田へ選挙応援に、官房長官も宮崎県に選挙応援へ、まあ、これいつもあれですよね、ミサイルとかロケットとか飛んでくる飛んでこないっていう時にもうこういうことさせたりとかする時もありますけど、ゴルフが入ってる時には問題ないっていう話になってましたもんね、この間ね。だから状況によって
危険か危険じゃないかっていう判断変わるって話ですね。優先順位が高いものがあるときにはそんなに危険じゃないっていう判断になる。このときには選挙の方が重要だったってことですね。はい。で、これ西日本豪雨ありましたね。2018年7月5日、気象庁、7月の5日から8日にかけて記録的大雨となる見込み、これは注意喚起を呼びかけた異例の記者会見を開いたってやつですね。はい。同日2018年7月5日のお昼12時時点の消防庁のプレスリリース、何が書かれていたか。避難勧告の対象人数が16万8713人にまで増えてた。これかなり広範ですよね。すごい広い範囲にわたって大雨が降るから命を守る行動ってことでみんなに避難勧告を出した。で、この日何をしていたか。7月5日夕方からですよ、待ってください。12時時点でこれだけの人たちが避難勧告っていう状態の時に、その日の夕方から赤坂自民邸衆議院議員宿舎の会議室でこのような集まりがあったんですね。みんなでお酒を飲んでた、ご飯を食べた。そりゃ人間だもん、ご飯も食べますよ。お酒飲んでね、普段言えないことを腹割って話すってすごい重要なんですよ、政治家にとっても。だから私はこの場でね、ちゃんとこの豪雨に対してどういうことをしていくのかってことだったりとか、被災者をどう守っていくのか、どうやって生活再建してもらえるのかってことを話し合ってたんだと思うんですよ、私はね。上川法務大臣、小野寺防衛大臣、吉野復興大臣、ね、岸田さんに、安倍さん、そういうような集まりだったんですから、それ以外考えられませんよ。で、この会が、終わりの頃にマスコミが入ってきて質問をした、どのような会だったんでしょうか。酒飲んでわーっと言うだけですって。お前それ言うたらあかんやんって。おじさんおじさん、それ言うたらダメなやつ、議員さん。バラしちゃったんですよこれね。ちゃんと口止めしとかんかいなって話なんですけどね、これ。っていうよりも、こんな時にそんなことやったらまずいんちゃうのっていうかね、お願いしますよって話なんですね。はい。まあ、こんな風にね、ツイッターでね、もう外は大雨、もう家が流されてとか、もう土砂災害があってとかっていう時に、ね、こういうツイッターで途中でね、今夜は恒例の自民邸、これ西村康稔さんですね、今夜は恒例の自民邸衆議院宿舎の会議室で月1回食べ物やお酒を持ち寄り、党幹部と若手議員のざっくばらんに話す懇親会、選挙区の悩みを相談したり、地元の名産 PR、 今日は安倍総理、岸田政調会長、竹下総務会長が勢ぞろい、和気あいあいの中若手議員も気さくな写真を撮り放題、まさに自由民主党って。それ書いたらまずいやつやろ、言わせる。酒飲んでわー言うやつですからね、これ。まあまあまあ、そういうことです。まあ、権力を集中させて、権力を持った人間が間抜けだったときに、被害者は増えてしまうってことですね。一番必要なこと、例えば、自然災害もそうだし、それ以外にも、例えばですけれども、武力攻撃があったときとか、こういうときに何が必要かって言ったら、まず事前の準備がちゃんとされてますかってことなんです。法律が抜け目のないようにできてて、しっかりと手を差し伸べられるようなことになってますかっていうことが一番重要だってことですね。もう法律はできてますってことです。心配いらないってことです。あとは事前の準備、これまでの災害でいろんな、なんだろうな、十分に調査されてなかったこととかあるんですよ。2011年の大震災の時、津波がやってきたっていう時に、例えば避難場所として指定されてたところ、その避難所の400箇所以上のところが水に浸かっちゃったとか、だとするならば次そういうようなことがあった場合に避難所をどこに設定するのかっていうような話し合いですね。で、それを決定していくっていうのは避難計画とかいろんなものを事前に準備する方が必要だってことなんですね。権力者に権力を集中させたって、その時の権力者が間抜けであれば、これは災害が広がるばかりということでした。だから騙されないでくださいね。憲法改正は必要かどうかということは今やるべき課題ではない。その前にやるべきことがある。25条出ますか。それは何かというと、人々の生活の底上げってことです。あまりにも多くの方々が生活困窮に陥っているこの国、憲法25条を見てみてください。すべて国民は健康で文化的な
最低限度の生活を営む権利を有する、健康で文化的、最低限度の生活を営めてますかってことなんです。厚生労働省の調べ、国民生活基礎調査、生活が苦しいと言ってる人たち全世帯の 57.7%、 一人親シングルマザー 82.7%、 生活が苦しいと言っている、この人たち憲法25条を守られた状態にありますかね。もうすでに憲法25条だって保護にされてません。やるべきことやれよってことなんですよ。今ある憲法、例えば憲法25条、生存権もこの国に生きる人々にしっかりと担保していない者たちが憲法を変えたいなんてずうずうしいことを言うなって話なんですよ。今ある憲法を守ってから言えって当たり前だと思いません？どう思います？皆さん、ありがとうございます。他ございますか？じゃあそちらの女性の方、白い、はい、ピンクの隣の方ですね、はい、このまま座ったまま手を挙げていただければ、中間ぐらいです。こちら側の、すみません、取り留めもないことなんですけれども、私は今同級38歳で、同級生の主人と結婚して、今高校2年生あ高校今年入学した女の子の双子がいて、まあ一軒家に住んで生活をしているんですけれど、主人がこの間、言えばちょっと大手の企業の工場で働いてたんですけど、ちょっといろいろすごく真面目で頑張り屋さんで、なんていうのかな、正義感にあふれた人で、こういうのはおかしい、こういうのは間違ってる、こういうふうにしないといけないっていうのをずっと言い続けて、結局こう会社側にこう潰されたような感じで、もう精神的にも持たなくなって、もう病院に行かなきゃいけなくなってっていう形で、もう私ももう辛かったので、もうやめてくれっていうことでやめてもらって、じゃあ新しい仕事をってなった時に、すごく、まあ、年齢的にも38歳39歳っていうことで、まあ、ハローワークにも何度か通ったんですけど、そこの場でもなんていうのかな、なんていうんだろう、年齢って、自分がやりたいことに年齢って関係ないんだよって私はすごく応援してたんですけど、主人も頑張って何回も何回も精神が不安定な中で面接を受けて、やりたいことをやろうって前向きに頑張ってたんですけど、なかなかそこを組んでもらえなくって、やっぱりどこか学歴だったり今までのその経歴だったりで落とされる部分があったんですね。それがすごくなんかやりたいことをやれない世の中って何なんだろうってすごく思っちゃって、まあ結局今また全然別の会社に勤めて、たまたまそこが性格も主人のことも分かってくれてすごく合ってるところで、今落ち着いてお仕事に通わせていただいているところなんですけど、そういうこういう仕事をしたいんだっていうことを受け入れてもらえるように企業側にお願いをしていってほしいって思うんですよね。そういうことを望める世の中になっていくんですか？今娘の友達も子供たちの虐待のことで、すごく心を痛めてて、やっぱ自分は児童福祉士になりたいっていう夢を持って、すごく頑張って勉強していかなきゃいけないって今からっていう思いでこう勉強してるって、私もそれを知ってるから応援をしてあげたいんだけど、今の世の中でそれを応援していって叶えられるのかなっていう不安がすごくあって、まあ、さっきのその
奨学金の問題だったりだとか公務員の問題だったりとかっていうのがすごくこうお話を聞いている中ですごく不安に思った部分があって、そういうことをこう望める世の中にしていってくれるんですよね。ありがとうございます。非常に今大変なことを抱えていらっしゃる方からのお話でした。工場では働かれてて、でその中でこうやった方がいいんじゃないかっていうようなことをいろんなことを言っていったとしたら、すごく煙たがられて結局パージされるというか、その職場を去らなきゃいけないような状況になったと。でそのいろんなことをその中でなんとか、会社のためにみんなのためにと思って発言してるけれども、結局その中で自分の精神状態を壊してしまうっていうか不安定な状態になっちゃったっていう話なんですけど、まあこれ一番何かって言ったら、私はこの働く人々がこう連帯できるようなものがどんどん縮小していってるっていう部分が一番大きいんじゃないかなと思うんですよ。だってここまで賃金がさ、なんだろうな、これだけここまで人々の賃金が不安定になったりとか低くなったりとか、長時間労働が当たり前になったりとか、サービス残業を、ね、普通っていうような状況になったっていうのは、これ多分労働者がちゃんと横につながってそれを許さないっていうような塊になるっていうことがことごとく潰されてきたからじゃないかなと思うんですよね。でそれいつから遡るんだって言ったら、おそらくその新自由主義みたいなものが、この国に入り込んだ時期、多分レーガンとかサッチャーとかっていうような、だから中曽根さんの時代ぐらいから多分いろんな国営企業的なものが民営化されていき、でそこの労働組合が解体されていったりとかっていうことで弱体化が始まって、で結局はこの企業側は最大限儲けるってことを考えるわけだから、何が始まるかっつったら、要は生産性の向上だみたいなことを、口実に人々の賃金をどんどん下げていくっていうことを始めたわけですよね。でそれだけじゃなく、国も支出を減らすっていうか、人々に投資をしないっていうようなことだったりとか、緊縮ですよね。でただでさえ回ってないお金、余計回らなくなるみたいな、一人一人がどんどん弱い立場に置いていかれるっていう、これたくさんの事柄が絡み合ってっていう問題ではあるんですけれども、やっぱり一番は何かって言ったら、やっぱり人が横につながっていくっていうことで力を持つっていうことをもう一度やらなきゃいけないってことなんです。でそういう世の中にしてくれるんですよねって私に問いかけがありました。私に権力を持たせてくれるんだったら、私はそういう世の中にします。当然じゃなかったら面倒くさい政治なんかに関わりませんよってことですね。やりがい以外で何かプラス、自分の中でね、やりがいがあるなって思えることなんですよ。6年間の政治、国会の中での活動もそうだし、で落ちたけれども今やってることもやりがいがあるな、日本を変える、世の中を変えるってことをみんなでやっていきませんかってことをこう訴えることってすごくやりがいがある。だからその反面、なんだろう、損得で考えたときには、経済的にプラスになってるかって言ったら、プラスにはなりませんよってことですね。だけどそこには重きを置かないってことなんです。だから6年間国会議員やって真面目にやってる人たち、貯金なんてできませんね。私もその一人です。で高い給料もらってって言われたって、いやでも政治にお金かかるもんって話なんですね。で一方で仕事しない人、マンションまで買えるのが参議院議員なんだってことを議員の先輩から教えていただいて、何それ羨ましいみたいな本当に羨ましいとは思ってませんけどね。だけどこれは本当にやりがいっていう部分だけでやってることなんですよ。でもちろん私がやりたいから先頭に立つってことで旗を振るために党を立ち上げたんですけど、でもこれはお任せじゃ困るってことなんですよ。たかだか山本太郎ですよってことなんですよ。2議席しかありませんよって。でも政党要件を満たした市民の力で作った国政政党ができたわけだから、これはスタートラインにやっと立てたってことなんですよ。でここからどこまで自分たちが大きくなれるのか、それともよそとも協力をしていきながら少しでもマシな方向に持っていくってことを実現していくのか、やり方はいろいろあると思いますけれども、やってくれるんですよねっていうのは非常にまずい。だってその道のプロがやればいいんだっていう話にもなりかねない話ですね。
政治のことを分かってない奴らは政治のことを語るな、政治の場に来るなみたいな空気感ってあるじゃないですか。でもプロに任せてどんな世の中になったんだってことですよ。プロに任せきったことによって、逆に言ったらその中で何が行われているのかってことさえもほとんど知れない状況に陥ったじゃないかってことですね。テレビから映る国会とかっていうことで情報、これ 100% じゃないですね。与党に対して怒りを感じることがあるけれども、野党に対しても怒りを感じることはありますよ、当然ね。なんだよその喧嘩の仕方みたいな、当然ですね。そこをちゃんとみんなでウォッチしていきながらお尻を叩いていく、そんなぬるい戦い方するなとっていうような、やっぱ監視とコントロールをしていくってことを一人一人がやっていくってことをしないとなかなか変わりませんよねと思うんですよ。だから何かって言ったら一緒にやっていこうってことなんです。もちろん実現したい世の中っていうのは、私は細かく言い出したらキリがないけれども、ざっくり言ったら死にたくなるような世の中やめたいってことなんです。だって死にたくなるような世の中じゃないかってことですね。選挙の時にも言ってましたけども、2万人超える人たち自殺して、自殺未遂50万人、でもその50万人っていう数はカウントされた人たちだけでしょって。バブルの時と比べて労災の申請件数もう桁違いですよって。仕事によって、会社によって、自分自身削られて命まで取られる寸前までいってる。もちろん過労死もある、命失ってしまう、もう判断なんてつかない。だってその時もう死ぬしかないっていう道しか残ってないんですよ、その人の中では。そんなことじゃなくて、その手前でブレーキを引いて、そこから抜け出して自分の人生生きればよかったのにって簡単に言う人いるけど、そうじゃないんだよって。そこまで追い詰められた状況だったからこそそうなったんだろうってことですね。話はちょっとそれてしまったように思うかもしれませんけれども、この地獄みたいな世の中やめにしたいってことですね。こんな地獄みたいな世の中作ったのは誰かって言ったら政治ですよ。でもその政治を選んだの誰、選ばなかったの誰、投票に行く行かない、いろんな理由を持って今この現実が目の前にあって、ああと思ったんですよ私。それまで何にも政治に興味持ってこなくて、原発が爆発した時に思ったんですよ。うわーって、これは自分が爆発させたも同然だなっていう、本当に申し訳ない気持ちでいっぱいになりました。それだけじゃなくて、そこから声を上げようと思って声を上げていったけれども、やっぱりそういうスポンサーにとってマイナスになるようなやつ、テレビの世界で生きていけませんからね、表現の世界で生きていけませんから。だから薄く仕事続けながら全国回ってたんです。うちの町に喋りにおいで、長崎も呼んでくれましたよ、おかず代ぐらいあげるからっつって。いや、ありがたい話ですよ、くれるんですかおかず代みたいな、行きます行きますみたいな。で、薄い仕事がたまにありながら、たまにそうやって全国回ってて1年半ぐらい回ってると、それまで何も知らなかったけれども、え、何なんですか労働問題ってみたいな、貧困なんてあるわけないじゃないですかこの国にみたいな。で、世間知らずですよ、16から芸能界に入ってて、そこから20年以上芸能界の中で仕事してきて、経済的挫折は一度も味わわずに来ちゃってるんですよ。だから頑張りが少ないんじゃないのそういう人たちっていうような考え方も自分の中にはあったってことなんですよ。優勢思想的な部分、自分の中にあったってことですよ。嫌なやつですよ。でも分かったんですよ、全国歩いていろんな人の話聞いて、支援をしてる弁護士さんとか当事者の方とか、絶望しましたよ自分にってことなんですね。こんな地獄みたいな世の中作り上げたのは自分だったんだっていうか、間違いなく自分にも責任あるじゃないかってことですね。そう思った時に、もう自分の人生こんな状態になっちゃったんだから、行くとこまで行ってやろうじゃないかっていう気持ちになったんですよね。これだけ1年半全国回っていろんな人の声を拾ったんだから、直接言いに行ってやるわと思って、で選挙に出たんですよね。落ちちゃったんですけどね、最初の年はね。でその翌年にまた出て、なんとか送り出していただいたんですけど、それでも右も左もわからない状況からのスタートですよね。そっからさらにいろんな方々との出会いがあって、いろいろ教えていただいてってことですよね。まあ今回もまた落ちちゃったんですけどね。でもやっぱり
なんとかしたいんですよ。だって不安しかないですよ、将来。自分もね。だって芸能界20年いたって関係ない話ですよ。今芸能界にいないんだから。国会議員やってたって関係ないですよ。今落ちてんだから。何も将来に約束なんてないですよ。だとしたら安心できる将来を自分で作るしかないじゃないですか。その先頭に立たせていただきたいんですよって話なんです。いろんなことに苦しまれてると思います。今お話しされた方もそれ以外の方々も。で、自分の生活があって、その中で何か世の中を変えることにつながるようなアクションってなかなか難しいと思うんですよね。でもあなたの空いた少しの時間で何か力を貸してくれませんかっていうことで、フルで動ける私しっかりやりますからっていうことなんですよね。で、少なくとも落選はしているけれども国政政党の代表なんですよ、ね。まあ、国政政党の代表って言っても1ヶ月半ぐらい新しい家探すために審査落ちまくってたんですけどね。信用ならんみたいな。いや、信用ならんって、だって国政政党の代表なんですよみたいな話で、いや無理無理みたいな。まあ、山本太郎だったから断られたってこともあるかもしれないんですけどね。家もやっと見つかったんですよ、これ、ね、拠点も見つかった。ありがとうございます。全国の皆さんが、うち空いてるよなやがみたいな。そうか、空いてんのか、青森県みたいな話ですね。ありがたいですよ、これ。全国の皆さんが、うちの近所だったら空いてるよみたいな、ね、鹿児島だけどみたいな。そうか、ありがたいなみたいな。まあ、有事には何か皆さんお世話になるね、そういうようなリストができたかもしれないですけど、私の中で。でも、まあ、とにかく今政治の中心は東京にあるので、東京を拠点としながら全国を回っていきながら、いろんな声を聞かせていただいて、それを自分たちの政策としてどうブラッシュアップしていけるかってことをやっていくっていうことなんですけどね。その今もう本当に入院が必要という状態で、ごめんなさいね、先ほどの方の話に戻るんですけど、はい、で今また新たにそのパートナーの方、仕事を探さなきゃいけない状態なんですか。今はもう仕事をもうやっぱり誰も助けてくれない。やっぱり両親もやっぱりその年だし無理を言えないし、でも子どもの学校はずっと続いていく。そこで毎月の支払いっていうのはずっと続いていくもので、私もこう一応パートで非常勤のパートで働いてはいるんですけど、やはりそこの部分でも収入がいけないので、一応頑張って1ヶ月半ぐらいだったかな、2ヶ月ぐらい京都の建築現場の方に慣れない仕事をしに出張に行ったんですけど、帰ってきた時にはもうやっぱり心も体もボロボロで、その時にやっぱり主人も思ってたのが、なんでこんなきつい仕事をしてこんな安い給料で休みも少なくて、ってこういう仕事しか俺にはなんでないんだろうっていうのをすごく言ってたから、それでも頑張って半年ぐらいは続いたんですけど、でももう最後に佐賀の水害のボランティアっていうか、そこの建設現場に要請があって、そこの片付けをしに行った時にもう俺無理って、こんな悲しい仕事はしきらんって言って、もう辞めるって言って辞めたんですけど、その後もいろんな何件か受けたんですけど、またなかなかうまくいかなくって、もう すごい精神的に落ち込んでたんですけど、最近やっとちょっと家の近所のところにいいところがっていうか、主人に合いそうな仕事を見つけてきて、受けたらいいよっていうことだったので、今普通に仕事には行けてて、ただやっぱり精神的にまだ不安定で夜中眠れなかったりとか、薬の影響でこうちょっとふっくらしてきたのを気にしたりとかするんですけど、今のところは普通に仕事ができる状態戻りました。ありがとうございます。一番本当はね、一番重要なのは休息だと思うんですよ。でも休めないんですよ、うん、いやそうでしょう、生活があるからですよね。だからそこなんですよ。そういった状態で仕事を続けていくっていうことで何が起こるかって言ったら、悪化するのが一番元も子もない話なんですよね。
悪化したとしたら、これ余計に、ごめんなさいね、これ言い方悪いですけど、コストかさんじゃうんですよ、国として。もしももっと悪化していって、でもう何も働けませんという状況になった場合に、そこにかけるお金っていうのは国家としてもっ とコストがかさんじゃう。コストって言い方してごめんなさい、他の言葉言い換えられないんでストレートに通じるように言ってる。だから何が言いたいかって言ったら、そういう時は私はお金を出して、国がね、ちゃんと休んでもらう、休んでもらう、で復帰できるタイミングで再出発してもらった方が、結局トータルコストは安くつくんですよね。だから何かって言ったら、基本的にね、こんなこと言ったら誤解される恐れがあるけれども、私は頑張らなくても生きていける社会を作るべきだと思ってるんです。じゃないと、だってもう十分みんな頑張りすぎてるやんって話ですよ。頑張りすぎて、もう頑張りすぎて自分で命絶たなきゃいけないところまで来てるんですよ。頑張りすぎて、もう自分が自分でなくなっちゃうってところまで来てるんですよと。逆にそういう人たちを大量に生み出すような社会にしちゃうと、これトータルでコストかさむんですよってことです。じゃあそのためにはどういう制度が必要かって言ったら、私は例えばね、生活保護あるじゃないですか。これって全部失う前提じゃないと受けられないってことです。でも全部失う前提のとこまで行って受けて、そこから再浮上して、またメインストリームっていうか、元の仕事とかね、職場とかいろんなところに戻っていくって、どれだけ時間かかるってことですよ。だからもっと随分手前、その自分自身がつまずいたと思うような、もっともっと手前でバラで受けられる。今だったら例えば生活扶助だけを受けていただくとか、で家賃も厳しいんだったら家賃も一緒にセットでとか、でこれご病気抱えてる方だったら、これ医療扶助全体的に受けるんじゃなくて、バラで受けられるっていう形っていうことにするならば、私はもっとそれぞれの人たちが立ち上がるっていうことが、そこまで、なんだろう、底なし沼の中に入っていくっていうようなことにはならないと思うんですよね。だからそういうような生存保障をする制度みたいな形にしていきたいと思ってるんです。そんなこと言ったってお前金いくらかかるんだよっていう方いらっしゃるかもしれないですね。消費税なくしたいんでしょあなた、山本さんで、奨学金チャラにしたいんでしょ、でなんかそういうような生活生存保障制度みたいなことになっていったとしたら、これお金いくらかかるんですかみたいな話もあるんですけど、私はこれからちょっともう時間も後半に差し掛かってきたんで、財源の話していいですか。財源の話を聞かないことには、なかなか理想だけ語っているような状況になっちゃったら困るんですけど、理想が悪いとは言いませんよ。だってそれは私たちが目指しているビジョンだからってことなんです。で、どっから話そうかな。まず共通の理解として、先ほどこれだけ20年のデフレが続く厳しい状況で、一人一人が本当に貧しくなっていくっていうような社会で、格差がどんどん広がっていくっていう理由何だったかっていう話で、新自由主義的政策が入り口でどんどん壊されていったんだろうと、で労働者の連帯ってものも壊されていったんだろうと、で企業側の生産性向上っていう名のもとに賃金も下げられていったんだろうとっていうようなことも言いましたけれども、もう一つあるんだってことですね。何かっつったら、国の投資が圧倒的に少ないってことです。人々に対する投資が少ないということについてお話ししていきたいと思います。で IMF 出ますか。もう何度 もご覧になった方いらっしゃるかもしれませんけれども、ご存じない方のために、すんごい遠いですね。雰囲気で捉えてください。このグラフ何ですかってことなんですけど、 IMF 国際通貨基金のデータをもとに作ったグラフ。戦争とか紛争とかやっていない国々140カ国以上のデータをもとに作りましたってことなんですね。1997年から20年間の政府総支出、政府がどれだけ金出しましたか、政府総支出の伸び率っていう話なんですね。で140カ国分はないです、間抜いてます。でも結果は一緒、日本どこにいますかって話です。見えます？日本どこにいます？最下位なんですね。
20年間の政府総支出の伸び率、国がどれだけみんなに金出したか、これの最下位ってことは何が言えるかって言ったら、世界一のドケチ国家ってことなんですよ。ドケチ国家、投資がなされていない状態でリターンありますかってことです。リターン、投資もしないのにリターン求めんなって話ですね。で、投資をしてない状況でリターンがどうだったかっていうのが次、同じ IMF のデータをもとに140カ国以上戦争紛争を行っていない国々、20年間1997年からの20年間の名目 GDP の伸び率、どれだけ成長したって話ですね。日本どこにいる？わかりますかね。寄ります。最下位なんです。グラフにもなってないんです。あなたの生活が苦しいことをあなたのせいにされてないですかってことなんですよ。あなたの生活が苦しいのは国の政策が誤り続けてきたっていうことが大方と占めるんじゃないのって私の考え方です。しかもこれ投資いくらかしてたとしても途中で皆さんから引っこ抜いてますからね。消費税だったりいろんなやり方で。世界一のドケチ国家は世界一成長しない国であった。当たり前です。当然の帰結。どの国も成長してます。どの国も。日本だけ20年以上デフレ。今日面白いもの見つけたんですね。そうは言ったってもうデフレじゃないだろうと思ってる方いらっしゃるかもしれませんけれども、今日、10月23日の国会の中で今の日本はデフレなのか否かってことをですね、あ、昨日か、自民党議員が自民党の大臣に聞いたらこう答えたんです。デフレではない状況を作り出せたが、デフレから完全に脱却した状況ではない。はい、もう一回言いますね。デフレではない状況を作り出せたが、デフレから完全に脱却した状況ではない。難しいですね。デフレからの脱却に向けてしっかりと取り組む。デフレやないかって話ですよ。20年以上ですよ。お金回ってないんです。お金回ってない。みんなが将来に不安があってお金出せない、もしくはそもそもお金なんて出せない、出さないんじゃなくて出せない。消費が弱れば当然投資も弱る。だってみんなが物を買わない、物を買うとしても激安の物しか買わない。そんな底辺競争したくないからって企業お金出さない、リターン求められないからってなったら世の中余計お金回らなくなる。そこに加えて消費税増税、余計お金を引っこ抜く、全くむちゃくちゃな経済政策をやり続けてるんです、今でもってことですね。強制的な物価の引き上げ、これが消費税。その一方で皆さんの実質賃金下がっていく。生活苦しいの当たり前。あなたの生活が苦しいことをあなたのせいにされてないですかっていう、その話なんですよ。国が誤った経済政策を続けたりとか、その結果が今なんじゃないのって、あなたが苦しいのはあなたのせいですかって、私はそうは思わないってことなんですね。今一番最初にやらなきゃいけないことは、この国を救うために人々の生活底上げしなきゃいけない。じゃあ底上げするために例えばどんな財源があるか、2つ。1つは税、もう1つは新規国債の発行。税、何でどうやって取るかって、法人税を取り方変えるって話なんですね。累進制を導入する。ちょっと見せてもらえますか、それ。はい、今法人税どうやって取ってますか。フラットです。フラット税率決まってます。単一の税率ですけれども、大企業のみここから80以上抜け穴あって税率が低くなる。ずるくない、そんなのってことですね。じゃあ取り方変えようって話です。こんな特別措置、大企業に対する特別措置とかやめようって。で、累進制の導入。法人税を累進税化する。何か、儲かってたら儲かってるほど税率は高まり、儲かってない人たちは税率が低くなるっていうやり方でいこうって話なんですね。一番フェアじゃないですか。逆に言ったら景気が過熱しすぎた時にはこれ税率が高まるんだからお金を回収することになるんだよって、安定するよねって。景気安定装置、ベルトインスタビライザーって呼ばれるようなもんですよね。
そういうものにしていこう、ね、大企業の優遇税制をやめ、そして累進制を導入する。例えば5段階 5%、15%、25%、35%、45% みたいな税率にする。大企業の優遇をやめて5段階の累進税率を導入した場合に法人税収どれぐらい増えますかってことを2016年の法人税収から見るとどう変わっていくか。実際2016年の法人税収は10兆4676億円。先ほど言っているこの2つ、大企業優遇をやめる、法人税は5段階の累進課税にする。そうなった場合2016年で計算するといくらになるか。29兆1837億円になる。つまりは19兆円も増えるんだ、税収がっていう試算存在してるんですってことなんですね。ないところから取るな、あるところから取れって皆さん思いません？どうでしょう。続いて所得税、所得税の最高税率どんどん低くなってるよ。1974年最高税率は 75%、 19段階もの刻みがあったけど今は最高税率 45%、 7段階の刻みしかない。つまり金持ちからなかなか取れないっていう状況なんじゃないのってことですね。でこれ遠い人ごめんなさい、何を表しているかっていうと所得税の負担率を表したグラフだよってことです。赤いラインが、収入低い人の方から収入が高い人の方へどんどん、所得税の負担率が上がっていく。所得税の負担率ピーク頂点 28.7%、所得はいくらぐらい？1億円。おかしくないですか？だって10億儲ける人も20億儲ける人も30億儲ける人も50億儲ける人も100億儲ける人もいますよね。どうしてピークが1億円？1億円をピークにさらに下がっていく。ピークを、過ぎるとどんどん下がっていく。どんどん下がっていって100億円の人が 17%。 おかしくないですか？どうしてこんなことになるの？この右側、ピークから右側の、特に、この数十億円、100億円とか儲けてる人たちは金融資産からの所得、株とかから儲かってるってことですね。給料じゃないんだってことですね。ってことはこれ分離課税低く抑えられるってことで、これ収入そんな形で多くなっちゃう。こんな不公平なことはやめて、株からであろうが給料からであろうが所得は所得、総合課税でいただきますという形にしたらいいんじゃないのってことをやったらどうなるか。先ほどの、法人税の累進税化、そして大企業への、特別扱いをやめる、それだけじゃなくこの、所得税累進税を強めるってやったら29兆円できるって話なんですね。29兆円できるってことは、じゃあ消費税 10% から、ゼロにした場合、おそらく25兆円ぐらい、26兆円ぐらいできるじゃないですか。これやってもいいですかって話なんですよ。というかみんなで一緒にそうさせませんかって話なんですけど、いかがでしょう。それができるかできないかは皆さん次第ってことです。なぜならばこの国のオーナーは皆さんだからってことなんですよ。皆さんが決めることなんですよ。皆さんが諦めた瞬間にそれはできなくなるんですよ。それをやらせるんですよ、政治に。皆さんがオーナーだから、それを強くやれという声をどんどん集めていくってことですね。広げていくってことですね。それでできた国ありますよって、マレーシアやったじゃないですか。 6% だったけどね。で、導入されてからの期間が短かったけどね。消費税が逆にやりやすかったかもしれないけど、実際に動かすことができるんだよってことですね。それを決定ができるのはこの国で一番力を持つ、この国に生きる人々、有権者の皆さんってことなんですね。で、財源このような形で担保されますと、消費税やめる、やめたらどうなる？中小零細救われますよ。だって税金の滞納、そのうちの6割消費税なんでしょ。中小零細が滞納してるんですよね。この国に存在する企業の 99% 中小零細なんですよね。中小零細が首絞まるような政策やり続けたら景気悪くなるの当たり前ですよね。何やってんのって話なんですよ。消費税やめて体力を取り戻すのが中小零細企業。そればかりじゃなく物価は一気に下がるからみんな物を買うようになるでしょって。
消費税上がるときにどうして駆け込み需要を起こるんですか。物価が上がる前に買っとこうってことでしょ。じゃあ物価が下がるって聞いたらみんなどうなりますかって。当然物を買いますよ。諦めてたもの手に入れたいと思いますよ。消費税 10% になったときに1年間に払っている消費税の額、これ1ヶ月分の所得に相当するって話。収入が少ない人たち、つまり消費税をやめるってことは何かって言ったら1ヶ月分の所得をみんなに戻すってこと。1ヶ月分の所得を戻したら何にする。食べたかったもん食べる、買いたかったもん買う、当たり前ですよね。当然景気上向くに決まってるじゃないですかって。企業も投資するようになりますよ。だってこれから景気良くなるのに従業員もうちょっと増やしておかなきゃ、そこには賃金もうちょっと払わないと人集まんないなとか、設備投資しようとか、そのような流れになって当然消費が喚起されていけば何が起こるかって言ったら税収増えますよ。財政健全化って、これだけデフレが20年以上続いてみんな貧乏になってる中で財政健全化なんかしたら人死にますよ。当然ですよね。まずはしっかりと景気を回復させた上で一人一人の生活が引き上げられた時点でやっと財政再建とかっていうことに関しての議論始めてもらっていいですかって話なんですよ。まずやる順番があるだろうってことなんですね。で、そうは言ったって大企業に対して税金上げたらこれ海外に逃げるんじゃないのって方いらっしゃいます。ごめんなさい、出してください。大きな間違いですってお話をさせていただきます。経済産業省ちゃんと調べてる。2014年海外事業活動基本調査、海外進出を決定した理由は何ですかっていう問い。税金が高いから海外に行くんだ、大きな間違いです。違います。1位3位ほぼ同じ答え。現地での製品需要が旺盛、または今後の需要が見込まれる 67.5%。 これだけ見たら複数回答 OK ですね。一番多かった 67.5% が物が売れるから海外行くんだよ、今後も売れそうだから行くんだよってことを答えてる。第3位 28.3%、 進出先近隣三国で製品需要が旺盛、または今後の拡大が見込まれる。海外行く、その国も物を買ってくれるばかりじゃなく、その周辺国家もこれから物を買ってくれそうだってことで行くんだよってこと。つまり何を言ってるかって言ったら、物売れなきゃ話にならないってことですよ。デフレが20年以上続くようなポンコツの経営やってる国でどうして金回すんだってことですよ。リターンないじゃないかってことですよ。だから海外出るしかないし、今とりあえずお金は持っといた方がいいってことで内部留保が溜まっていくわけでしょ。内部留保を出さない理由何か、投資する先ないってことですよ。内部留保に手を突っ込むんじゃなくて内部留保を出させるような成長戦略を国が出していけばいい。だって伸びしろいっぱいあるやん、教育、介護、保育、他にもいっぱいあるやん。土下町やってきて投資してない先いっぱいあるんですよ。伸びしろしかないって、これまるで令和新選組みたいな話ですよ。すいません、複数回答 OK で物が売れなきゃ話にならないってことを教えてくれてるんです。じゃあ複数回答 OK の中で税金が安いから海外に行くんだっていう割合が一定います。どれぐらいだったでしょうか。 8.7% ですよ。 8.7%、 税金じゃないんですよ。税金もあるかもしれん、でもそもそも物が売れなきゃねって、デフレじゃ話にならないよ。それを20年以上続けているようなポンコツ経営、そんなことされてたらどうなるかってことですよ。結局物を作る力っていうのがどんどん失われていきますよ。生産能力がどんどん衰退していく。今はもうそこいてますよ。このまま衰退国家の仲間入りするのかって、このままより生活が厳しい状況に皆さんを引きずり込むのかってことですよ。私は税金というものだけじゃなくてもう一個財源を使いたい。それは何かっていうと新規国債の発行。1000兆円以上借金抱えてるのにまだ借金するの、山本さん。そう思われた方いらっしゃるかもしれないです。一人頭900万円なんでしょ。ちょっと待ってください、どうして国の借金があなたの借金なんですかってことです。国が借金する際にはどのような段取りがありますか。国債発行します、それを金融機関銀行などに買ってもらいます。なるほど、
じゃあその銀行から銀行が国債を買ったその原資、銀行が出すお金が皆さんから集めたお金で買ってるって思い込んでるんですかってことです。違いますよ。そんなお金使ってない。どっから？日本銀行の当座、当座預金、当座口座の中に入っているお金が増えたり減ったりしてるだけ。すべての銀行が日銀の中に口座を持ってる。当座。ここのお金が増えたり減ったりしてるだけで、皆さんから調達したお金で国債なんて買ってないって話ですよ。関係ないんです。政府の借金、あなたの借金じゃないってこと。で、じゃあ政府の借金じゃないとするならば何なのってことです。政府の借金はあなたの資産ですよっていう話をこれからします。すいません。ありがとう。これ日本銀行の資金循環統計ってものを見ていただいてます。遠くの人ごめんなさい、分かりづらいかもしれませんのでざっくり説明します。上に行けば行くほど黒字です。下に行けば行くほど赤字です。青いラインは民間、民間の貯蓄、赤いラインは政府、政府の、これはもう赤字ですね、政府の赤字。ブルーは民間、政府は赤です。で、これ1980年ぐらいからずっと見ていってます。2018年まで。真ん中ぐらいご覧ください。真ん中から右ご覧ください。どうなってるか。赤が、政府の赤が増えれば増えるほど上の民間は貯蓄は増えてるってことです。政府が赤字の時民間は黒字、誰かの赤字は誰かの黒字。当たり前じゃないですか。誰かの赤字は誰かの黒字、誰かの借金は誰かの資産ということがこの中でも見れる。政府の赤字が拡大しているときには民間は黒字を拡大する。隣を見てみても一緒です。政府が赤字を拡大しているときには民間は黒字を拡大させている。相関がある。これが一度崩れたときは左側、何かバブルのとき、バブルのときは両方とも黒字になった。政府の赤字は民間の黒字っていう話なんです。政府の借金イコールみんなの借金ではないっていう話なんですね。20兆円の借金を政府がする。その20兆円をみんなに財政出動する。政府にとっては赤字でもみんなにとっては黒字じゃないですかって。当たり前の話ですよ。じゃあどうすればいいのって。日本円で借金してんだから日本円発行できるだろって。それでどうやって返せなくなるんですか。日本円で借金してて日本円発行できるんだから債務不履行なんかならないですよ。金返せるってことです。これ財務省も認めてます。見せてください。2002年のやつ。2002年にある出来事があった。日本国債の格付けを下げられてしまうということが起こった。世界三大格付け会社ムーディーズ、S&P、フィッチなどが日本の国債の格付けを下げることになった。その時に財務省はクレームを入れたわけです。この世界三大格付け会社に対して意見書を出した。意見書、現在も財務省のホームページでご覧いただけます。どんな内容だったか。3回に分けて反論してます。日米など先進国の自国通貨建て国債のデフォルトは考えられない。自国通貨建て国債、円による借金のデフォルト、借金が返せなくなるってことは考えられない。言ってること一緒ですよね。円で借金して円を発行できてどうやって支払い不能になるのって。当たり前のことしか言ってないんですよ。他にも言ってます。ハイパーインフレの懸念はゼロに等しい。他にも、戦後初期のアメリカは GDP120% を超える債務を抱えていたし、1950年代初期のイギリスは 200% 近くの債務を抱えていたという事実を無視している。借金がそんなに増えるってことは危ないじゃないかって。ちょっと待ってくれよって。アメリカだってそんな時期あったし、イギリスだってそんな時期あっただろうって。借金の量の問題じゃないんだよ。そうなんですよ。じゃあ何が問題になるか。日本円で借金してて日本円を発行できるっていう状況で何が問題になるかって言ったら、限度はあるってことなんです。限度はある。何を限度とするかって言ったら、
インフレ率だってことなんですよ。インフレ率、インフレが行き過ぎたらどうなるか、ハイパーインフレなんかになっちゃったらお金の価値なくなる。だから悪性のインフレを起こさない程度にはお金は吸ってみんなに投資をすることは可能だ。インフレ率をコントロールすべきだって話。だって日銀も国も言ってるじゃないですか、インフレターゲット 2% って。この 2% かどうかっていうのは、私は全員の生活がちゃんと引き上がってるかどうかで判断すればいいと思うんです。 2% で足りなきゃ 3% でもいい、 3% で足りなきゃ 4% でもいい、そう思ってるんです。インフレ率 4% でハイパーインフレとは言わないでしょ。状況を見ながらお金を出していけばいい。日本円で借金して日本円で返済すればいいんだよ。ただ悪性のインフレにならないようにコントロールが必要。じゃあ今インフレ率どれぐらいか見てみます。はい、これ20年間の金利の推移。日本は破綻するってずっと言われ続けてますけど、本当ですか？破綻なんてしません。オレンジ10年もの国債見てください。下がり続けてますよ。97年からずっと下がりっぱなし。破綻するんだったら金利上がってないとおかしくないですか？だって信用ない相手、返済できるかどうかわからない相手に対して金利高く取るでしょ。待ち金も闇金も。なんで金利下がり続けるんですか？破綻する心配がないということですよね。で10月24日今日ですか、金利はいくらか。長期国債利回り10年ものマイナス 0.15、 マイナス 0.15。 破綻なんてするはずもないって話ですよ。さっさと金出せよってことなんですよ。さっさとみんな救えよってことなんですよ。どの国も借金し続けてる。当たり前。どうして？企業の考え方と一緒ですよ。その部分は手持ち資金以上の融資を受けて投資をし事業を拡大する。どの国もやってる。どの国も成長している。この国は借金が、借金返さなあかんからみんなに増税よろしくねっていう話にされちゃってるってことですよね。20年以上デフレが続いてるんですよ。むちゃくちゃじゃないですか。国による DV 極まれり、これが今ですよ。なんとかしなくちゃいけない。方法は何でもいい、税金でもいい、新規国債でもいい。とにかくこの国に生きる人々の生活を底上げして救わなきゃ。20年間 DV 続いてるんですよって話です。それをやらせていただきたいんです。やらせてもらえませんか？やっと終わるやろうなこれでと思いました。終わります本当に、ね、ほっとしたでしょ。いつ終わんねやろこれとか思って不安に思われた方いらっしゃるかもしれません。最後締めの部分だけすいません、インフォメーションさせてください。1ミリでも山本太郎を応援してやってもいいかなと感じられた方、ぜひ力を貸していただきたいんです。力をどうやって貸せばいいかということをこれからお話ししたいと思います。どうぞ壇上へ。ありがとうございます。ポスターがあるんです。あなたの家の壁にポスター貼れませんか？どうですか、16年前の私の顔です。ありがとうございます。詐欺ではございません。本人ですから、すいません。でどうしてこのようなポスターを貼るのかってことなんですけれども、なかなかテレビ出してもらえません。企業の実名を上げながら嫌なこと言うからですね、テレビはそういうの出しませんなかなか。ということであなたの街角に、山本太郎を出現させていただきたいってことです。ぜひお力を貸していただきたいんです。これ広告効果抜群。大体大きな政党はやってますよね。自民党、公明党、共産党、どうしてやり続けるかって効力があるからなんですよ。これを1枚でも多く貼るということが一番の、手助けになります。どうかあなたの家の壁で、家の壁なんかに貼っちゃったら近所から無視される、そういうご事情もあると思います。その時にはあなたの顔を知らない町までお出かけいただいて、どうかピンポンをしていただきたい。山本太郎のボランティアでございます。どうか ポスターを貼っていただけないでしょうかみたいなことをですね、言っていただけると1枚でも多くのポスターがあると助かります。ちなみに10月25日明日ですね、ポスターをみんなで貼りませんかっていうお誘いです。午後1時から、丸山公園、長崎市の丸山公園、坂本龍馬の像の前で待ち合わせってことですね。すいません、サーモスさんの周辺にはポスター貼れません。
公共のところには貼れませんのでね、丁寧にどうやればポスターを貼っていけるのかってことが、そのノウハウを持つ者が皆様にお伝えをいたします。こうやったら貼っていけんだよってことをですね、シェアしていきながら、1枚でも多くのポスターが貼ってあるところは表にも変化があります。だから大政党はポスターを貼るんですね。ぜひお力を貸していただきたいということです。で、一つポスターは無理だわって方、あ、お家の中でも結構ですよ。来たお客さんのみ見ていただくという、最悪の、一番最悪のパターン、最悪とか言ったらあかんな、一番消極的な応援の仕方ですね、ポスターによる、すいません、お家の中ということもできます。で、ボランティアぜひ登録していただけませんかってことなんですね。今日私がこのような場に立てているのもボランティアの皆さんがいろいろ手続きをやっていただいたりとか、会場の整理とかをしていただいたりということなんですね。あなたの持っているお時間5分でも結構です。何かしら、力を貸せるよ、5分だけどねとか10分だけどね、1時間だけどね、あなたの、ご都合で問題ございません。お力を貸していただきたいということです。で、ボランティア登録とかめんどくさいなっていう方は、LINE 交換していただきたいんですね。山本太郎と LINE を交換していただきたい。これによって浄水器が売りつけられるとかですね、そういう宣伝は一切いたしません。ぜひ力を貸していただきたい。できればボランティア登録も LINE 登録もしていただけると助かります。で、宣伝させてください。本が出てるんです。本が、僕にもできた国会議員という本を今年の春に出したんですね。でも売れてないんです。今年の春に旗揚げをして、そこからバタバタしすぎて本の宣伝一切できないまま来てるんですね。で、内容は何かと申しますと、この6年間何をやってきたのか、何を感じてきたのかっていうようなですね、非常に、興味深い、国会議員ってどんなことやってんだろうっていうことを私の目線から書いたものです。本買うほどお金は出せないなって方は、地元の図書館にリクエストしていただけますと、ただで読める上に周りの人にもシェアされることになると、ぜひ、図書館にリクエストしていただきたいと思います。買える方は買っていただく。で、これ非常に言いづらいことなんですけども、この中にお金持ちいらっしゃいますか？お金持ち、あ、政治は金かかるんだろ、じゃあ俺が1000万ぐらいポンと出してやるよっていうような太い方いらっしゃいませんか？これ全国どこ歩いてもなかなかいらっしゃらないってことなんですね。で、すいません、選挙には金がかかるってことなんです。今現在私たちは、次の衆議院選挙があった場合には100人の候補者を擁立するって言ってます。ただし100人立てない場合もある。それは何かというと、消費税を 5% に下げるという公約を野党の旗印にして固まって戦うんだったら、私たちは100人は立てられない。調整して野党共闘としてやっていくってことを言ってますけれども、それがなされない場合には独自にやる以外ありません。その時には100人を立てるって言ってるんですね。100人立てるとなったらいくらかかるか。衆議院選挙1人立てるのに重複立候補で、600万円、入場料のみ600万円、それが100人になると6億円。すごいですね。むちゃくちゃヤクザじゃないですか。一番のヤクザは国だったって話ですね。で、俺たちの縄張りに入ってくるなってことですね。金もないのに来るんじゃねえっていうことをもうハードルとして設けられてる。入場料だけで6億円、多分総額100人だと20億円は必要になるっていうようなプロジェクトです。この中にお金持ちの友達いらっしゃるって方いらっしゃいませんか？ちょっと私が口聞いたら多分1億円ぐらいポンと出してくれる人いるよみたいな方いらっしゃいませんか？いらっしゃらない。全国的にいらっしゃらないですね、これね。ご無理のない範囲で、皆さんの中でもしもご無理のない範囲でお力を貸していただける方がいらっしゃったら、ご協力ください。お金が全てではございませんよ。ポスターという応援の方法もありますし、ボランティアという方法もありますので、ということです。ありがとうございます。で、この後何かあるんですよね。告知がございます。すいません、ちょっと告知の方にマイクを譲りたいと思います。どうぞ壇上の方へ。ありがとうございます。皆様こんにちは。高いところからすいません。来週の、10月31日に、長崎タクシー会館というところで、れいわ新選組の大西恒樹さんの講演会を予定しております。今日最後の方に経済のお話あったんですけど、あれをもっと詳しく分かりやすく知りたいという方は、ぜひご参加ください。31日木曜日で、
13時、平日のお昼間なんですけど、ぜひ行きたいという方はお仕事休んだりしてもいいですし、時間があるので知りたいという方はもうぜひご参加ください。表の方にチラシを置いてるんですけど、このカラーのはもうちょっと枚数が少なくて白黒のを置いてますので、ここの QR コードから申し込んでいただくようになりますので、ぜひよろしくお願いします。わからないという方はメールをくだされば、方法を申し込み方法をご案内しますのでよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、こういう場で喋れるような男じゃないんですが、今62歳再雇用中でですね、会社帰りに来ました。こんな格好ですいません。長崎でもテストパターンでポスター貼りを今始めてます。今4回やって14箇所17枚貼れてます。で、急遽明日ポスター貼りされるので参加して、私仕事なので行けませんけども、急遽、土曜日の10時に、歴史文化博物館の看板の前で黄色いバンダルを私持って待ってますので、どんな風にポスターを貼るのか、私もボランティアでポスターで少し経験があるので、参議院選挙の時娘が一緒に来てくれたんで30枚ぐらい貼れました。ピンポンして、すいません、令和新選組山本太郎のボランティアなんですが、ここのブロック塀にポスター貼らせてもらえませんか、こういう感じです。ブロック塀だったり鉄のフェンスだったら、ここのフェンスに板で貼ったポスター後で持ってきますから貼らせてもらえませんか。難しい話はいりませんので、前輪の地図を片面の半分を2時間ぐらいで回れます。今新大区から諏訪小学校、諏訪神社のあたりの北側、あのあたりに10何枚貼れてます。2時間歩けば必ず貼れます。必ずいただいたらですね、大体貼れます。1時間では難しいか分からない、でも2時間あったら多分貼れます。あ、こんな簡単に貼れるんだなと思ってもらうと自分たちでできるようになると思うんですね。時間がある人は前輪の地図をコピーして、回ってみたらいいと思います。何回でも私見てもらっていいですから、できるようになる自信がつくまで何回も呼びかけますので見てください。あ、こんな風に貼るんだなって思ってもらえればいいですね。で、とりあえずは土曜日の10時歴史文化博物館の看板の前にいます。黄色いバンダナ持って、で、日曜日今決めました、日曜日もします。日曜日の昼からちょっと免許の更新があるので行かなくちゃいけないのでそれもやっぱり10時から12時まで、場所はどこか教えますので、令和新選組長崎ファンクラブ、これ仲間が作ってくれたんで、ここで情報発信してます。どんな風にポスター貼るのか、準備するのかで、今話してくれた田中さんもこの前来てくれて動画を配信してくれてます。まあ少しずつ試し運転ですけども、緩やかにつながって、何かできることを無理しないで、できる範囲でやれたらいいなと思います。私の電話番号は090、いや全部言いませんよ、全部だから全部言いませんよ、言わなくて、あとでね、黒板に書きますからね、これちゃんと言わないつもりで言いましたからね。すいません、ごめん、ありがとうございます。あと30分以上続くかと思いました今。土曜日の10時の前に明日のことをもう一回言っとかないとダメですね。すみません、13時、はい、1時から、10月25日明日ですね、ポスター貼り1時から丸山公園坂本龍馬座前とで、令和新選組長崎ファンクラブというののフェイスブックで検索していただければ何か情報が分かるってことですね。ごめん、スライドで、利水のやつ出してくれる、治水利水のやつ、ダムのやつやね。ありがとうございます。で、ちょっとごめんなさい、今ちょっと目についたので、ぜひどなたか上がってこれますか、ちょっと待ってくださいね。意識ダムの話ですね、必要な公共事業をやっていただきたいんですけど、無駄な公共事業をやってほしくないんですよ。その公共事業に対する考え方っていうものがなんか批判的になるのは私は悲しい。必要な事業はあるんだってことです。ただし意識玉は必要なのかっていう話なんですね。ちょっとありえないような状態で、ごめん、どこまで行けばいいかな。ちょっと軽く説明だけ。
で、私の言い方がちょっと足らなければ足していただくと、まあ、利水目的と言われてるんですよね、石木ダム。水が必要なんだってことを言われて作るって話になってるんですね。佐世保市の利水目的にも疑問符があるよって、本当に必要なのって。佐世保市の主張は何か、石木ダムを作らないと佐世保市の水が足りないってことを言ってるんですね。でも専門家の反論は何か、1日の最大給水量が2003年以降減少してんだよ、2013年を機に大幅に需要が伸びるという過大な需要予測だと、まあ、無理やり作ろうとしてんじゃないのって。じゃあ見てみましょうってことなんですけどもね、だから佐世保市が言ってたのはこの赤のライン、上のラインまで水がいるようになるんだって言ってるんですけど、実際ここしか行ってないってことなんです。こんだけの差があるんですよ。デタラメもいいとこじゃないじゃ、いいとこじゃないかってことなんですね。そんなお金あるんだったら別のことに使ってくださいよ。で、その土地に住む人々を傷つけないでくださいって話なんですね。いいですか、マイク持っていただいて、もしよろしければ下の方がいいですか。あの一応あのネットでは流れてるので お顔とかが あれのもしもバレない方がいい場合は、あ、一緒全部言い終わる前に上がってきましたどうぞどうぞ。すみません、山本太郎さんの貴重な時間をいただきまして本当にありがたいと思います。ますますのあの活躍を期待したいと思いますし、私をここであの引き上げてくれていただいたことに対してまた感謝いたします。今山本さんの方から案内がありましたように、その根拠、私たちダムを反対し続けて56年になります。その中でずっと変わってないのが長崎県の状況は変わりつつある、日本の状況は変わりつつあるっていうことに対して、長崎県のダムを作らんがっていうその一つの目的だけがずっと変わってない、目的がずっと変遷としている。最初は最下ハリオ工業団地の工業団地の用水でした。2番目はハウステンボスの水でした。そしていつの間にか佐世保の水が6万トン足らないというようなことで経緯がされてきております。しかしこの中には今は特に将来の、先ほど山本太郎さんの話もありましたよね、証拠化、人数はどんどん減っていく、経済は伸びない、その中で借金高値が538億円というふうに見積もられております。この矛盾した世の中、本当に今から成長が進んでいくのかどうかとわからない世の中で、ダムだけが計画通りに執行されていこうとしている。それでも今現実に実際の付け替え道路ができているのは800メートルのうちの半分近くでしかありません。その中で私たち64名おりますけども、13世帯の人が土地収用法によって12万平米もの土地と一緒に収用採決全部かけられて、私の土地も1万数千平米全部取り上げられて供託という形になりました。なんという今の日本の中でこれだけの人々の権利をこの主要委員会の採決で取り上げていって、やがては長崎県の知事が独断と先行で収容採決をして、そして今度大執行をするんじゃねえかという、その選択肢も外さないというようなことを言われております。私たちは非常にこの関係とするならば、先ほどから話があっておりますように、非常にこの日本の国の政治家が何でもかんでも権利を持ってしまって、どうでも危ない人に執行をさせていくというような形になってしまうんではないか、その一つが石木ダムの典型的な形じゃないかというふうに思う、非常に民主主義の危機というような面も考えております。すみません、あの貴重なお時間をご利用あのさせていただきまして、あのぜひ私ども、あの収容採決が9月の18日、それに最終が11月の19日ということで、すでに明け渡し期限が迫っております。そういった中で私たちはまだまだ頑張らなければならない
これは日本の法律、今のやり方、長崎県の知事のやり方はおかしいよねということを皆さんと一緒に呼びかけて、一生懸命この人が集まってその思いを行動に出していくことを一つ目標として、川田名公会堂で11月の17日千人大会を開く予定にしております。ぜひ皆様、長崎県下がある、あるいは県外よりも集まって、この日本中でこういうことがあったことがない、その1回目が本当この長崎県で行われていこうとしているこの事実を、ぜひ皆さんの声によって、動きによって止めていきたいというふうに思っておりますので、ぜひご協力をお願いしたいと思いますし、で山本太郎さんにも本当に国民と一緒にみんなになって、ぜひ少しでも肩入れをしていただければというようなことで、思い切ってこの壇上に上がらせていただきました。本当ありがとうございました。どうもよろしくお願いいたします。一言よろしいですか。よかった、一言。すいません、はい、東園議長で町議をしております林田と言います。住谷さんと一緒に議員連盟を立ち上げて、もう県内外皆さん、これを自分事と思って、これからの未来に、未来のことを思って、皆様関心を寄せていただきたいと思っておりますので、どうかどうかよろしくお願いいたします。はじめまして、私は議員じゃないんですが、今プラカードをいろいろ上げている意識ダム強制収容を許さない県民ネットワークの事務局してます、松井と言います。遅くまでありがとうございます。山本さんには現地に来ていただいたこともあると思うんですが、この先明け渡し期限が過ぎても、住谷さんはじめ住民の方はずっとふるさとで暮らし続けるという決意を強く持ってらっしゃるので、私たちも一緒に同じ気持ちで、神原の土地を、この先ずっと、子どもの代も孫の代もひ孫の代もその先もその先も、みんなの大切な場所として守っていきたいと思ってます。また時間のある時いらしてください。ぜひよろしくお願いします。山本太郎さん、ポスターを一つ頂戴、私にください。はい、ありがとうございます。実は強制収容あんまり倍という私の選挙カーに裏返して、それを私の軽トラックつけてます。その面の横に山本太郎さんのポスターを貼らせてもらっていいでしょうか。それありがとうございます。いや、そのポスター、長崎県中は走り抜けます。そのポスターさえなければ協力するつもりだったのにとか言われることないですね。大丈夫ですかね。ぜひ1枚ください。どうぞどうぞ、お帰りの際にぜひお取りください。そちらの方でありがとうございます。すいません、ありがとうございます。で、これもこのようなポスターも、はい、もしも貼れる方いらっしゃったら、はい、県内でぜひ貼れる方いらっしゃったらお持ち帰りください。はい、これもそちらの方に置かせていただきますので、ありがとうございます。お願いします。じゃ、これタクシーですか。そのままありがとうございます。同じ長崎県内にお住まいの皆さん、ぜひこうやって、はい、力をですね、こっちが困ってる時にはじゃあこっちから支援をするとかっていうような力の交換をしていくっていうのは非常に重要なことなんですね。これはっきり言って行政の暴力ですから、これをいかに止めるかってことをみんなでやっていかないと、どんどん前例が作られちゃうってことなんですね。本当にありがとうございます。ありがとうございました。それではですね、すいませんね、長時間にわたってベラベラと喋りましたけれども、なんとかこの先もみんなで力を合わせていって、少しでもこの地獄を、一刻も早く生きていたい世の中に、変えていくってことをみんなの力で進めていきたいと思います。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。